はい、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの田原です。この星からのメッセージでは、今の星の流れをですね、こう誰でも生活に生かせるよということで、私なりの独特な例えを使って星の流れを解説しています。占いと聞くと非常に怖いものであるとか、当たる当たらないというふうに感じる方も多いと思うんですけども、まあ、この星からのメッセージに関しても運勢の天気予報だと思って気軽に聞いてみてください。そしてすごい、あ、やったよかったみたいな、こういい時は恐れなく自分の好きなように動いていただいたらいいですし、あ、ちょっとこの時注意ですねっていう時は、じゃあ今をどう過ごせばいいかっていうのを自分たちで選べますから、こう絶対こうなるっていうものではなくて、自分の意思で今どうしたいか、じゃあどうしたいっていう思いの上で今天気はどうかなというところで判断して動いていっていただけたら嬉しいです。で、私もですね、こうできるだけこうなったらいいなっていう、こういい未来をイメージしてみたりとか、あ、ここはちょっと気をつけておいてほしいなとか、まあ、いろいろ思いながらお話ししてますので、聞いてる皆さんご自身で自分にとって一番いい未来って何だろうっていうことをイメージしながら聞いていただけると、そうなる可能性が上がると思います。今回もご覧いただいている皆さん共通で言える全体の流れを最初にお話しした後に、各星座の流れをお伝えしていきます。そしてですね、もしもっと金運のことを聞きたかったなとか、恋愛のこともうちょっと詳しく聞きたかったなっていうことがあったとしてもですね、まあ、一応私の方でこうメイントピックスだけをピックアップしてお伝えしてますので、もし話に出てこなかったら、それは良くも悪くもないフラットだと捉えておいてください。皆さんが今まで選んで作ってきた現実がここにあるだけで、運勢が良かったらちょっとそれがうまくいきやすいかなと、悪かったらちょっと気をつけてねっていうだけなので、まあフラットな状態、エネルギーフラットと思ってください。各星座は概要欄に時間を書いてありますので、そこをクリックしていただくとご自身の星座に飛ぶようになっています。ぜひこの動画をご覧いただいた皆さんが見終わった後に、はぁ、あ、みたいにちょっとこう気が楽になって、また明日から頑張ろうって思えるように意図して作りたいと思います。はい、では全体の流れからお伝えしていきます。よろしくお願いします。では7月の全体の流れを説明していきます。まず6月いかがでしたでしょうか。皆さん少しね、体調が悪いとか、気分がちょっと下がり気味だとか、自分の感情をコントロールのが難しいなって思った方もいらっしゃるかもしれないですけども、6月の末まではね、まだ少し落ち着かないかもしれませんが、ここから徐々に抜けてくる感じがあると思います。特にですね、6月21日の日食、ここを境に少しずつ超えたなっていう感覚がね、感じ始めるんじゃないかと思います。超えたと同時にすぐ次のスタートっていうのが始まる方もいらっしゃいますので、ほっとしてる暇はないかもしれませんね。そしてね、まあ、うわ、やっと超えたって思う方もいれば、え、全然楽勝でしたけどっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、どちらにしても、もうこの6月21日のクレバスを超えたと、もう恐れというクレバスを超えたと思っててください。はい。そして7月になったら、まあ、どんどん気温が高くなるのと同じようにですね、エネルギーが少し上がってくる。上がるって言っても軽くなるのではなく、熱くなってくる。まあ、気温が熱くなるのと一緒のように感じるかもしれないですけど、何でしょうね、自分たちの中のエネルギーが燃え始めるっていう感じかもしれません。で、もう一度ちょっとおさらいなんですが、6月21日は夏至であり日食でした。これは2020年の中でも大きな分岐点であり、次の日食の12月までに備えるエネルギーの変わり目だったんですね。新しい流れが始まるタイミングでした。で、何か重要なことがそれぞれの内側で起こっています。ここをきっかけとして、自分の深いところで何かが目覚め始めるっていうことなので、まあ、これスピリチュアルな言い方からすると覚醒するとかですね、本当の自分に戻っていくとか、そういうのもあるかもしれませんけど、どうでしょうね。例えばの話ですけど、よくね、人間の脳ってほとんど眠ってるって言われてるじゃないですか。 3% ぐらいしか使ってないとかね、中には 2% ぐらいかもしれないですけど、そういうのになったりとか、 DNA もね、すごいいろんな才能があるけど、使ってるのはほんのわずかであって、例えばその一つの DNA のスイッチがですね、オフからオンに変わるだけで何かが変わってくるわけですね。こう皆さんのどのスイッチがオンになったかわからないんですけど、それぞれのタイミングで何かこう見えないところでね、この6月のこのぐるぐるしたエネルギーの中で、もしかしたらポチッとこうオフが1個オンになったかもしれないですね。要するに前の自分とは違うってことなんです。例えば3年前とか5年前ぐらい思い出していただくとね、それは今の自分とは違うって思うかもしれない、わかりやすいんですけど、でもたかだかこの数ヶ月だけでもね、随分と変わったと思いませんか、自分が。
特に時間の流れ方とか違いっていうのは感じたと思いますし、まあ、これを経験した今があるということは何かしら大きなね感覚の飛躍を遂げたってことなんです。超えたってことなんですね。何も起こってないという方はもしかしたら意識の中で変化したくないっていう思いがあるかもしれないですね。本当は変化してるんだけど認めたくないとか、もしくは変わる前の方が良かったと思ってて変わりたくないと思ってるかもしれないけど、いや物事は常に進化して常にいい風になってるだけです。過去がいいって思うのはその人のマインドが勝手にそう判断してるだけなんでね。なぜ私がそう思うかっていうと、やっぱり宇宙が与えてくれる変化っていうのは常に進化してるはずなんですよね。なのでその進化に私たちの意識がついていってないだけ、思考とかエゴがついていってないだけ、自分たちの都合のいいように感じてるだけなので、本当は必要なことが起こってるっていう視点で見た時に私たちも気づかないうちに変わってますよっていうことです。特にこの数ヶ月で大きな飛躍を遂げましたよっていうことですね。それとですね、人ってやっぱり慣れ親しんだ方に戻ろうとしますから、簡単に戻りやすくなりますからね。ですからこの7月の流れっていうのはあえて意識的に新しい視点、もしくは新しい自分、新しい世の中みたいなことを意識して眺めてみて、意識して行動してみるとより馴染みやすくなると思います。活かしやすいということですね。まあ、ちょっと変な例えなんですけど、お庭にねホースが転がってるとするじゃないですか。まあ、ホースちゃんと直してなくて使ったままとかだとしたら、まあ、そこにこう水がちょろちょろと流れてるとかね、出たり出なかったりとかするっていうような感覚が、こうただホースがくねくねとそこに置いてあるっていうような感覚が6月だとしたら、7月はそのホースに水が流れ出すっていうことなんです。普通にね、あ水出たとかだったらホースがビクンってなってジャーって出るだけなんですけど、もしここですごく勢いの強い水が流れ始めたらホースってどうなりますか？すごい勢いよくくねくねって勝手に動き出しますよね。そして水はいろんなところにこう撒き散らされますよね。そんな感覚の7月なんです。なので少し世話しなく感じるかもしれません。でこれがストレートにねどこかに向かってる、どこか目的があってこれを頑張るぞっていう人にとってはいいんですけれども、進んでるっていうよりはなんか進みたい、進むための準備がここでわちゃわちゃしてるっていうような感じかもしれません。はい。まあ、ただ6月のように混沌としてるわけではないのでね、明らかな動きっていうのは7月の方が出てきます。そしてね、さっきのホースの話ですけど、この勢いよく水が出るって単にこう家庭用のホースだったらイメージつきにくいかもしれないんですけど、消防隊員さんたちが持ってる水とかだったらね、すっごい勢いの水が出たら私たちバーッと後ろに下がっちゃうっていうか吹っ飛ばされるじゃないですか。でやっぱりそういうイメージを持っててほしいんですね。しっかりと足で大地を踏みしめて、自分っていうものがブレずにそこにいてホースを構える、このエネルギーをコントロールする、それができればすごい勢いでエネルギーは放出されるわけだから、すごい勢いで思いもよらぬ成果を上げるっていうことだってできるんですね。でもそれはやっぱりしっかりとこちらがその手綱を握っておかないとコントロールできなくなっちゃうんです。ずっと我慢してたとか、これをやりたかったんだとか、この 2,3 ヶ月で感じたことでね、私は絶対こうしたいんだって思う方がいらっしゃれば、それはこのエネルギー、この水っていうのが、まあ、いわゆるこのエネルギーのことですから、このエネルギーを自分の目的の方に向けて、どっちでもいいんですけど向けて目的達成の方にすごく使えますし、自分が進んでるわけじゃないんですよ。こうエネルギーの方向性をこう向けてるっていうだけなんですけどね。でも何も目標がないとかどうしたらいいかわからないという方にとっては感情が溢れてくるということになりやすいです。悪く出ると感情が爆発してしまう、もう我慢できないみたいになりやすいので、それが本当に悪く出るとその攻撃性とかになりやすいので、まあもう今みんな言われてますけど、その SNS の批判とかそういうところに使っちゃうともったいないんですよ。そんな、ね、ネガティブなことに使ったって自分に返ってくるだけだし、だったら自分にとって何かしらいいこと、自分にとって何かしらプラスになることにそのエネルギーを使えば活かしやすい時なんでね。はい。なので自分でしっかりとそのエネルギーの手綱を握って、どっちの方向に向けるかは自分で決めて、どっちでもいいですから、そして何か肯定的なことにねエネルギーを使っていってください。7月2日から土星が、一旦水瓶座に入ってた土星が山羊座に戻ってくるんですね。これは3月23日から数ヶ月間お試しで土星は山羊座
のことを体験させられてたと言いますかですね、今年の12月以降、要は来年ですね、来年からいよいよ本格的に入ってくる新しい課題とか学びとかのお試し期間として、ちょっと最初に経験させられたなっていう感じなんです。もちろんここで経験したことをもう一回来年やらなきゃいけないということではないんですけども、この数ヶ月間体験させてもらったことを通して、自分が感じたこと、体験したことを通して、新しい課題とか、いや次はやっぱこうしたいとか、ああしようとか、これを頑張ろうみたいなのが出てきたと思うんですね。まあ、要するにこう新しい世界に対しての責任っていうか、よく言うと目標だったり頑張るエネルギーなんですけど、それを試練だと捉えたりとか、もしくはこう責任というふうに感じる方もいらっしゃると思うんですね。ちょっと余談に感じるかもしれないですけど、例えばこう新入社員が入ってね、新しい仕事を覚えるっていうのって、みんな新入社員だから仕方ないかと思うけど頑張るじゃないですか。で、そういう新入社員の人から見たら、上司はすごいできる人だなとかって思うかもしれないけど、新入社員からなんかちょっと昇格してね、係長になったりとか、係長になったらなったで部長のことすごいなと思ったりとか、じゃあ部長になったらなったで、全てのことができるのかっていうと、部長になったらなったで部長としての新しい課題があるわけじゃないですか。新入社員から見たらすごい人って思うかもしれないけど、ずっとそれぞれがそれぞれの段階で何かにチャレンジして、新しいものを模索して成長していってるわけですよね。新入社員から見たら部長ってすごいなと思うかもしれないけど、部長は部長の学びがあって、部長まで来たからこそ次に携われる責任があって、またやりがいがあってっていう形なので、この土星が水瓶座に入っていた期間、この3月23日から7月の2日までの期間で、どんなことをちょっと垣間見れたかなっていうのが一つのヒントなんですね。で、ここで体験したことを踏まえて、やっぱり嫌だ、そんなの絶対嫌だと思ったら違う方向に行くでしょうし、次はやっぱこれかな、もし自分の中で感じることがあれば、それに対してじゃあ責任を取って頑張っていこうという形で進んでいく覚悟ができるんじゃないかと思います。流れとしては7月の2日から実は年末にかけてですね、来年以降の準備をしていくっていう段階なんですね。新天地に向かうまでに準備だったりとか、もしくは過去やり残したことをきちんとちゃんと整理して、本当に退社する前の引き継ぎちゃんとしとこうみたいな感じで、自分のやってきたことを整理してきれいに収めていく、そして次の道に進んでいくよっていうような期間だと思ってください。特にこれは全体的な流れでいくと、土星から水瓶座に進化するっていうのはすごく新しいやり方なんですね。土星がヤギ座にいる間っていうのはすごく伝統的なものだったりとか、すごく緻密な正当なやり方っていうものから、すごく奇抜なやり方とか新しい発想とか、こんな方法を考えもよらなかったみたいなことが思い浮かんだりする。じゃあそういう風に変わっていくんですけど、一旦チラッとそういうのを見せてもらった上で、改めていやそれは嫌だ、それは頑張れるみたいな判断をしてもらって進んでいく、それが一つ、7月までがお試し期間でしたよということです。そしてその次、7月5日、これがヤギ座で起こる満月です。これは半影月食ですね。月食の満月っていうのは、より一層いつもよりも満月のエネルギーが強いと捉えていただいたらいいんですけど、やはりこの時も皆さんの意識がこう引っ張られるような、拡大していくようなエネルギーなので、少し頭がざわざわするみたいな、これもこれもっていう風に思考がなったら、ちょっとね、今自分の頭の中は更新中だと思ってもらったりとか、パソコンとかでもデータとかでもバージョンアップっていうか、更新中って動かないですよね。そんな感じで頭が今新しい方向に動いていってるんだぐらいで思っててください。そして再起動した後って妙にスッキリするっていうかね、こうじゃあ寝ようって言って寝て起きたらちゃんとした頭になってるって感じがするので、満月の時もしモヤモヤしてもあまり考えすぎないでください。そしてですね、その次、5月5日満月って言ったんですが、この5月5日、特に6日あたりっていうのは、ちょっと敏感な方はですね、この満月を通して何か本当に何か優しさというかギフトが届くのかなみたいな、自分が望んだことがちゃんと引き寄せられるのかなっていう感じで、これはいい優しいエネルギーとして使えるんじゃないかなと思います。またはね、その今後じゃあ本当にこれでいいのっていう一つが、自分もし迷っていることがあるとしたら、本当にそれでいいかどうかっていう一つのお知らせとしてのサインが来るかもしれないので、それもぜひキャッチしてみてくださいね。そしてその次、7月11日までが彗星が逆行している時期で、7月12日以降は巡行に戻るので、7月11日まではね、まだやっぱりさっき言った満月の時は強いんですけど、思考が行ったり来たり、考え方が戻ったり、過去のことを思い出してみたり、やっぱり予定変更したりっていうことは起こりやすいんですけど、7月12日からはもう決めたことをこのまま進んでいこうという形で、エネルギーはダイレクトになると思います。目標を定めれば進みやすくなるということですね。そして7月21日が蟹座で起こる新月です。これもまた1ヶ月のいい節目なのでね、この7月21日の新月に関しては、
この特に6月21日のねクレバスという大きな分岐点、新月の時からの1ヶ月で自分が何を感じましたか、何を覚悟しましたかっていうことを確認させられるような感じでしょうか。おそらくですね、多いんじゃないかなと思うのは、この数ヶ月経験してみて、じゃあもう一回今ね自粛も外れたし働き出そうとかこう動き出そうっていう時に、やはり働き出すとは言っても過去のようななんか激しい働き方はもう嫌だとかですね、もうワーカホリックのような働き方はしないってそう感じる人って多いと思うんですね。でそうなったらなったで今度は前の働き方に戻らない、もしくは違うやり方をやるっていうふうに自分で覚悟を決めて、その選択をし続けなければいけないわけです。でも過去に戻ろうとする引っ張られるエネルギーもありますけど、その中で自分がどんな風にさっき言ったこう手綱をねしっかりと握ってこっちの方向でやっていくっていう風にエネルギーをそこに注ぐっていうことをすれば、そういう道ができてくるんですね。だんだんとできてくる。そして年末にかけて橋がかかるみたいな感じです。抽象的だったかもしれませんが、7月の全体の流れはそんな感じです。7月の流れをまとめますと、まずは6月28日からエネルギーが非常に強くなるので、この流れ出すエネルギーは行動をする人にとってはこっちの目標みたいなこう目標を定めることによって非常にそこに進みやすくなる。そして目標がない、もしくは行動を起こさない人にとっては感情が溢れてくる。なので怒りとか不満っていうのも出やすいので、何か肯定的なことに使っていただきたいなと思います。で何もないという方はですね、本当に体を鍛えるとか動かす、運動する、スポーツするというのもすごくいい時ですから、まあ少しやりすぎには注意なんですけど、かなりこの期間運動する人が増えるんじゃないかと思ってます。私もやります。そして7月2日からこの数ヶ月3ヶ月で感じたことを踏まえて、じゃあよしこうしようっていうふうにね、決めた方向への努力覚悟をして責任を背負っていく、慣れていくように行動を作っていくっていうことです。そして7月12日以降はコミュニケーションも前に比べるとスムーズになってきます。流れも穏やかになってきます。穏やかにっていうのはさっきの火星のエネルギーがあって激しいので、今まで混沌としてた行き来してたようなエネルギーはやっと普通に流れ出すということですね。まあ止まってたビジネスとか中途半端になっていた契約とかも流れ出すと思います、この時から。そしてまた7月21日が一つの節目で、そこからまたね夏の動きになってきます。もうすでに夏ですけど、そんな感じで全体の流れは以上です。では各星座、ここからまたよろしくお願いします。ご自身の星座は概要欄の時間のところをクリックしてそちらをご覧ください。ありがとうございました。はい、ではお羊座さんの7月の流れをお伝えします。お羊座さんの7月はですね、心を落ち着かせて体力気力アップ、始まりの時です。先ほどね例で消防隊員のホースのように水の勢いがすごくバーッと出る時に、自分がその手綱を握ってねどっちの方向に使うかって言ったんですけど、このエネルギー一番使えるの実はお羊座さんなんですね。お羊座さんはね、目標があるとどんどん頑張れる方たちだと思うので、もしかしたら目標が見えてるんじゃないかと思うんですね。次はこうしたいっていうのね。でそうなると強いですから、どんどん動いても動いてもどんどんこう薪が追加されていくっていうか、エネルギーが補給されてどんどん走っていけるみたいな、そういう稀に見る時ですね、これは。でもともとこれは火星がお羊座に入るっていうエネルギーなんですけど、火星は普通は2年で12星座を一周するんですけれども、普通だったら6週間ぐらいのところを、この期間たまたま逆行したりとかしてお羊座さんに6ヶ月近くも滞在するんですね。これはもうお羊座さんにとってはすごいラッキーなことで、ただエネルギーってどっちに使うかですからね、プラスに使ったらすごくいいこと、肯定的なこと、何か穴を掘っていけるっていうかね、トンネルを作っていけるっていう感じだし、悪く出ると自暴自棄とか投げやりとか怒りっていうふうに出やすいので、本当にしっかりと自分はそのエネルギーの手綱を握っておくこと、自分で自分をコントロールすることということをしっかりと肝に銘じておいてください。そしたらすごいいいことができそうな気がします。お羊座さんの皆さん頑張ってくださいね。どうでしょうか、6月21日以降ですね、何かご自身のそのアイデアとか発想とかいろいろ生まれてきたでしょうか。こう言いたいとかっていうことがあったら全然言ったらいいですし、思考がですね、まあまだ落ち着かない時なんですけど、何か自分の中で芽生えたことをこの7月ってちょっとこう内側で温めておくというか、
ちゃんと準備しとくみたいな感じの時なんですね。6月28日から具体的にはそのさっきの火星がお羊座に入ってくるんですけれども、この日すごくいい日なんですよね。なんかオープニングにいいなっていう感じの日ですね。何でもいいんですけどね、特にお羊座さんにとってはコミュニケーションがいい日なので、打ち合わせとか何かの契約とか会議とかそういう何かを作っていく、さっき言ったオープニングの日っていうことなので、なんか全く違う人たちがこう揃って一緒に話し合わせることですごいいいものが生まれるみたいなね。でもその発端は自分がこう21日以降思ったことのアイデアがきっかけで、そこに対して賛同してくれる人やこちらから発信したことに対して何か動きが出てくるみたいな感じですね。いい日だと思います、6月28日ね。そして7月2日から水瓶座に入っていた土星がもう一度山羊座に来るっていうのは、これはねお羊座さんにとっては2018年から実は山羊座にあったので、この2年かけてやってきたこと、頑張ってきたこと、まあ言ったらくぐり抜けてきたことがあやっと達成みたいな感じなんですけど、でももっと大きな視点でいくと、実は1999年からお羊座さんにとっては新しい課題っていうのかな、新しい自分みたいなのが始まって、1999年ってかなり前ですからね、まあ、そこから、まあ、約20年前からいろんな人生の経験を積んで自分がどれくらい成長したかっていう、まあ、すごいなって、ただ単に年いったなっていうだけじゃなくてね、経験値もそうだし知識もそうだし、あと感覚も感性も絶対深くなってるはずなんですよね。それをもってようやくここで完成するみたいな年なんです、今年がね。2020年全体の流れの時にも言ったんですけれども、まあ、とにかく何かを完成して、ある意味これは終焉を迎えるっていうこともありますし、それが一旦終焉を迎えることによって違う形として新しくスタートするみたいな、ものすごく人生で大きな達成とスタートの時ですよね。これはさっき言った形、会社とか仕事とかだけじゃなくて、目に見えないものだけじゃなくて、精神的なものとか感覚とか感性とか器とか、そういうのも確実に成長してると思います。なのでもう本当にこの20年間お疲れ様でした、よくやってきましたっていう感じで自分に何かご褒美をあげてほしいなと思いますね。まあ、完全に抜け切るのは12月なんですけど、12月まであるので悔いのないようにやり遂げていただくっていう感じですかね。そして7月まあ、5日は満月です。5日6日あたりっていうのはちょっと私は何か自分の欲しいものを手に入れる日にしようかなっていうふうに思ってますね。そして7月11日までの混沌とした状態っていうのも12日以降はっきりしてきますので、7月の前半までは決められないこととか、もしくはいろんなことを柔軟に対応できるようにちょっと余力を持たせておいて、7月後半から決定して進んでいくっていうふうにしたらいいんじゃないでしょうか。まあ、何事もね、こう準備8割本番2割って言われているように、じゃあ8割の準備をしてこの動画を撮ってるかって言われたらちょっと自信がないんですけれども、お羊座さんにとってはこの7月っていうのは自分の基礎をしっかりと固めましょうっていうのがいい時なんですね。ちょうどなんか勢いも出てきたし、新しいことが始まりそうな雰囲気だし、オープニングセレモニーみたいなのがいいんですけど、スタートしたけど後続かずっていうのは嫌じゃないですか。なのできちんとスタートしてその後続けられるように基礎をきちんと固めておきましょう。例えばそれが仕事のね準備かもしれないですし、もしくは家のことをおざなりにして外ばっかり行ってた人にとっては、あ、家のこともちゃんとしましょうってなるかもしれないですし、またはその精神状態ですね、なんか自分をすごい犠牲にして我慢して何かをするっていうのではなくて、自分をしっかり癒して満たしてあげて落ち着かせて、無理してじゃなくてこう溢れ出るエネルギーとして物事を進めていけるように整えましょうっていうのが7月のテーマです。やはり、ね、お羊座さんの中にも多いと思うんですけど、この7月は体を鍛えるとか運動するとかいう方多いと思いますね多分、はい。まあ、体をその準備8割っていうのは、何かをねやっていく時のやっぱ体力っていうのも言えるので、自分の体力をきちんと整える、基礎作りをする、基礎体力をつけるっていうのもあると思います。ここで7月どれだけきっちりと基礎を整えていくかによって、で次8月がまたねものすごく勢いがあっていいので、どうぞ前に出てくださいみたいな時になりますのでね、今は焦らずしっかりと基礎を整えるという形で頑張ってください。後半も一緒に頑張っていきましょう。ということでありがとうございました。失礼します。では大牛座さんの7月のメッセージをお伝えします。大牛座さんは情報交換が
楽しく、さまざまな連鎖が起こりやすくて、停滞していたことから前に進み出すっていうような1ヶ月になりそうです。全体のところでお話ししたね、勢いのあるホースのエネルギーの話をしたんですけども、これはね、大牛座さんにとってはちょっと見えないところで起こるエネルギーなんですね。だからまるでこう氷山の一角をちょっとイメージしていただくと分かりやすいかと思うんですけど、氷山の一角って見えてるところが少しだけで、あと下の方が大きいですよね。この表面的なところじゃなくて、こう水面下の見えないところに影響している時期ということなんです、この大牛座さんにとってはね。なのでこの見えてる上のところでは、あ、誰々さんとこう話をして楽しいなとか、あ、繋がって嬉しいなとか、あ、じゃあ次はこうなるんですねみたいな話がトントントンって進んでいきそうな感じの時なんですね。でも実は話が動くっていうか、事態が動くっていうのは、この水面下のですね、大きなエネルギーがこうぐーっと動いていかないと動かないんですけども、そこに今エネルギーが集まっているみたいな時なんですね。もしかしたらこの時期大牛座さんにとってはね、自分一人のためだけじゃなくて、誰かのために何かをすることをしたいとかですね、もしくは過去に成し遂げられなかったことを、この時期やっとなんかそうやって何か物事が動くことによって携わることができるとか、完成することができるとか、昔の恩返しをしたいみたいな感じの1ヶ月になるかもしれません。でもその恩返しってね、何も直接的なことじゃなかったりするんですよね。例えばの話ですけど、昔自分が飼ってた猫ちゃんをちゃんと手当てしてあげれることができなくて、亡くしちゃったってなった時にですね、全然知らないところで、例えばたまたま病気の捨て猫に出会ってとかなったら、その昔あの猫ちゃんにしてあげられなかったことを今こちらの猫ちゃんにしてあげようみたいな感じで、でもその猫ちゃんを癒してあげることで自分の傷が実は癒えてるってことじゃないですか。そんな風に自分の欲のためだけとか利益のためだけに動くんじゃなくて、何かもっと深いところのね、こう全体の自分全体のバランスを整えるために何かこうエネルギーが使われて、それは特に人のためとか見えないところで恩返しとか、そういう風に生かされやすい1ヶ月なんじゃないかなって思いました。怒りとかは大牛座さんはちょっと低いと思います、この1ヶ月は。まあ、社会的な活動でいくとですね、こう情報交換はすごく活発ですし、もしかしたら移動も多くなるかもしれないですし、とにかく停滞してたことですね、止まってた話っていうのが一気に動き出すので、気持ち的にはワクワクしたりとか、ああしてこうしてっていうふうに動きやすいとは思いますね。なのでつながりたかった人とつながる、コミュニケーションを取る、まあ、これは恋愛でもそうですね。今まではなんか会えなかったから連絡もしなかったみたいなものを、あ、ちゃんと連絡して会いに行くとか、なんかこうけじめをつけに行くとかもいいですし、逆にもう一回やり直そうみたいな形もありかもしれないですし、昔の過去に感じた自分の感情をクリアにするために行動に起こすっていうことが一番起こりやすいんですね。何もまっさらな状態でこれしたいからこれするでも全然いいんですけれども、いいですよそれでもね。6月28日、この日は非常に創造性っていうところに光が当たっているので、この時の思いつきとか情報とかコンタクトっていうのは今後のいい発展につながっていくかもしれませんね。そして7月2日から土星がね、水瓶座から山羊座に戻ってくるっていう流れに関しては、大牛座さんにとってはね、少し後戻りするかのように感じるかもしれません。なんでしょう、特に大牛座さんにとってこの3ヶ月の動きっていうのは、仕事とか環境、もしくは上司とか親とか、そういうなんか自分の今の状況に強く影響する何かに、新しい試練だったりとか責任だったりとか覚悟みたいなものが乗っかってきてたと思うんですね。で、一旦それがまた外れるんですよね。だからなんかあれって、せっかく覚悟したのに、あ、なんかまた前のこの話がやってきたとかっていうこともあるかもしれないんですけども、ここで終わりではないというか、これはあくまでも完成させるために与えられている期間であって、ここまでの3ヶ月間でちょっとお試しで見せてもらえたっていうだけなので、やはりその見せてもらえたことでまだ足りないものだったり、やっぱりこうしようみたいなものが見えたと思うのでね、そこをちゃんと自分で補っていって、来年につなげるようにしてください。中にはね、なんか独立しようかなとか思った方もいるかもしれないですね、大牛座さんの中でね。でもやっぱり独立するってなったら、独立するにあたってのいろんな責任とか、こういう面倒くさとか、こういうのあるんだなっていうのをちゃんと理解できたりですとか、またはこう若い女性とかでもね、結婚したいってなんか漠然と思ってたけど、結婚ってこんなに大変なもんなんだなとか、社会的な要素も強いんだなとか、相手の親とかそういうのも関係してくるんだなっていうことをこうひしひしと感じたりとか、単に好きだから結婚するっていう、こう夢物語じゃなくてね、そこに責任が伴うんだなっていうことを感じたかもしれませんね。でこれがいいお試しになってね、ちゃんとなんだろう、こう浮かれすぎず準備を整えてやっていけるようになるんじゃないでしょうか。まあそれは来年かな
棚の準備に入ったわけなんですけど、今月はまだそのすごい好奇心が強くて、あっち行ってみたい、こっち見て行ってみたいっていうのがあるので、情報たくさん取ってね、進んでいく方法もだし、あと解決していく方法もぜひ見つけていってください。そして7月5日がヤギ座の満月、繁栄月食ですね。これもね、必要な情報入ってくると思いますよ。まあベタな言い方すると、未来への切符を手にするような時ですかね、引き寄せとしてね。そして7月11日まではまあなかなかこう行ったり来たりしてた考えも、逆の言い方すると7月11日まではね、まだ行ったり来たりしやすいですから、少し柔軟性を保っておいて、そしてはっきりと決めたら7月12日以降ちゃんとね進んでいくことができると思います。特に相手の考えを知るとかって難しいじゃないですか。なんかはっきり言ってよとか、何考えてるのかちゃんと示してよみたいな、そうしてくれたらこっちだって対策打てるのにってことあると思うんですけど、それがなかなかこうやっぱり伝わらないとか、分からなかったものがやっと、そうか、押してダメなら引いてみようとか、それがダメだったらこっちのやり方にやってみようみたいな、こちらの対策の仕方が変わるっていうんですかね、7月12日以降なので、その相手が変わるとかっていうよりも、こちらの対応の仕方を変えて物事を難なく進めていくみたいな感じになるかもしれません。まあもともとね、大下さんはしっかりされてる方が多いので、下準備もね、こう本当に自分がそう感じてるんだろうか、どうしたらいいんだろうかっていうのをちゃんと感じてこられた方は、そんなに考えなくても必要な流れに乗っていって、ああ物事が進むだろうなっていう1ヶ月になると思います。ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。はい、では双子座さんの7月のメッセージをお伝えします。双子座さんの7月はそうですね、ズバリ金運があります。そして経済に関したことというか、お金の手腕が問われる時です。もう一つね、お金に限らずなんですけど、自分の資源っていうものにすごく意識が向きそうな1ヶ月になりそうです。自分の資源って聞いて何って思いませんかね。思いました。ビジネスされてる方で、もうすでにちょっとうまくいってるよっていう方でしたらね、さらにそのビジネスをうまく生かすためにどうしようかとか、お金をどう使おうかっていう、どこにどれだけのお金を使おうかとか、もしくはどういうふうに投資しようかとか、そういうことを考える方も多いかもしれませんし、いや、そんな余裕はないですっていう方はですね、いわゆるそのお金という物質だけじゃなくて、どうやって自分の目的を果たすか、お金を使わずにどうやって自分の目的を果たすかというところに意識が向くかもしれません。実際ほら、お金って非常に便利なものであって、悪いものじゃないですけど、便利なものだって、お金だけがあってもいいわけじゃないですね。あくまでも自分の目的を達成する手段として使いやすいものですから、それをさらに使いこなすかなっていうのがまず一つの印象と、それとあとですね、自分の資源に意識が向くっていうのはどういうことかって言いますと、例えばもうね、このクレバスを超えたし、きっと鍛えられたと思うので、双子座さんの皆さんもね、じゃあなんかこんなことやってみたいとか、これからこうしたいみたいなのが出てきた時に、その瞬間にですね、あ、でもこれだけお金がかかるなとか、いやでもこれをこうするんだったら、これこんな風にこうしなきゃいけないしみたいに、こう今自分にないものに意識が向いてしまいそうなんですね。ないからこそ欲しいって思うんですけど、その時にね、そのお金があったらできるっていう風に早とちりしないでほしいんですね。お金があったら便利にできるっていうだけです、はい、よく例えでありますけどね、こう例えば大阪から東京まで向かう時に、お金がないから飛行機に乗れないってなったとしてもですね、別に飛行機乗らなくったって行く方法いくらでもあるわけで、新幹線乗らなくったって行く方法はあるじゃないですか。なんかそういう、こう自分の目的を達成するために、確かにお金があったら便利だなっていうだけで、でもそれが本当に必要な手段であれば、お金を稼ぐっていうこともいいでしょうし、ただもしかしたらそうじゃなくても到達できる道があるかどうかっていうのを調べる感じですね。まあ調べるのは来月以降でもいいんですけど、今年はなんかとにかくそういう方法とか手段とかお金とか将来的保障とか、そういうところに意識が向きそうなんです。そしてこれはね、双子座さんにとってはすごく大事なことで、私が今すごく受けてるメッセージとしては、自分の可能性にかけてくださいっていうのが一番のメッセージです。これはね、なんかおそらく来年からもっともっと強くなるんですね。来年自分の可能性をもっと開くために何をしますかっていうのがあるんですけど、それが来年に入ってからっていうよりもね、もうこの3ヶ月でちょっと見えませんでしたかっていうのがあるので、それに対して準備をしていくっていうことですね、この7月から。中には新しいビジネスを展開したいとか、例えばもっとお金を増やしたいとかって思う人も多いのかなって思ったんです。チャンスって本当どっから来るかわからないですからね。
でも今月はなんかそういうね、ちょっと双子座さんにとってはワクワクするようなチャンスが、まあ、目の前にバンって来るわけじゃないんですけど、とにかく来年から手にする可能性の種を潰さないように変に諦めないでくださいっていう感じがします。例えばこれからのねお仕事のことを考えて新しい資格を取ろうとか、まあ中には大学に行こうとかって思ったとしますよね。でもうわこんなにお金かかるんだみたいになった時に、いやそれだったらちょっと無理かなって思うじゃないですか。でもそこで人ってじゃあこの大学を出てもしくはこの資格を取った後に得られるであろう収益と今のまま頑張っていた時の収益の差を比べたりとか保証を比べたりとかして、いやでもこれ行った方が絶対いいわと思うんだったらお金を払っていきますよね。でもなんかそのお金で比べるっていうこと自体がなんかもうそういう段階ではないですよって言われてる感じがして、もっと双子座さんはですねその時その時器用にちゃんと方法を見つけていけるわけですから、自分の可能性とか自分のチャンスっていうのに目を聞かせて、まあ、鼻を聞かせて本当にそれを学びたいと思ったら行ってくださいと、これが本当に自分のビジネスチャンスになると思ったら行ってくださいみたいな感じです。でちょうど6月24日まではストップかけられてましたよね。こう宇宙的にストップというか、あのちょっと注意ですよっていうのがあったの でそれを過ぎてもやっぱりって思うのか、そしてまた7月11日までの情報が交差する期間を過ぎて、そして改めてそこで本当にやってみようって思うかどうかですね。12日になってもやってみたいと思ったらやってもいいかもしれないですね。はい、実際にあの動き出すのは、動き出すっていうかフットワーク軽くね本当に行動に移すのは来月なんじゃないかと思うんですけど、今年はその資金をどうやって用意しようかみたいな感じですね。でもメッセージとしては、まあ、資金って本当にお金じゃなくてもね、それを到達する方法というか手に入れる方法は他にあるかもしれないし、そもそもそれを何のためにするかって言った時に自分の可能性、人生の可能性を開くためにするんでしたよねみたいなお問い合わせが来ているという感じです。なんか星占いになってない気がしますけどね、これ単なるメッセージな感じかな。うん、双子座さんはそんな感じです。ありがとうございました。はい、では蟹座さんの7月のメッセージをお伝えします。まずお誕生月おめでとうございます。7月の蟹座さんは自分らしく荒れる時、豊かさのシャワーが降り注ぐ時です。そして投げられたものを受け取る覚悟、社会運あり、怖いけど嬉しい挑戦の時というような1ヶ月になりそうです。6月はなんとなくやる気がないとかですね、なんかまるで本当魂抜けてるんですかっていうような状態だった方も、ちょっと目が覚めるというかね、シャキーンとしてくるような1ヶ月になってきます。まだね6月24日までは少し自分の考えも行ったり来たりどうなのかなって考えすぎたりとかね、まあ、日食の影響もまだありますから、6月末ぐらいまではねそういうことがあったとしても、7月に入ったらかなりね本当背筋が伸びるっていうかシャキーンとしてくると思いますよ。全体のところでお話しした勢いのある火星のエネルギーっていうのは蟹座さんにとってどう影響するかっていうと、特に社会、お仕事ですね、お仕事に挑戦していくみたいなエネルギーになりそうなんです。仕事をしてない方でもですね、自分にとっての社会は何って、仕事は何って思ったら、主婦の方でも家のことが仕事だし、自分の生きてる環境のことが社会になりますからね。シンプルに新しく仕事始めようって思う方もいらっしゃるかもしれないですし、またはね転職したいって思うかもしれないですね。もし今まですでにね転職したいと思って探してましたっていう方にとってはチャンスが巡ってくるというか、転職の機会ですね、面接とかもそうですし、そういう機会が与えられると思います。なぜ動きが出てくるんですよ、具体的な社会に対してね。さっきのホースの例えがありましたけど、自分でしっかりこのエネルギーの手綱を握ってね、どっちに向けるかって言った時に、自分の社会を築いていく、自分の社会を切り開いていくっていうところにこのエネルギーを注ぐ、ホースを向けて注いでいくわけですね。なので例えば去年とかもしくは今年の前半もう本当大変でしたとか、仕事も例えばプライベートもいろいろ本当大変でしたっていう方にとっては、もう本当こう起死回生の兆しが見えてきたぞっていうかね、新しい世界を求めてる人にとっては本当にこう勇気を持って一歩踏み出していける、そんなきっかけが与えられる1ヶ月になると思います。そして6月28日ですね、これはなんか絡んでたものとか引っかかってたものがこうスルッとほどけていくような、そんな1日になりそうですね。修復には非常にいいですよ。まるで優しさが届くような感じでしょうかね。お誕生月ってね本当に一つのきっかけとしていいんですよね。一つのきっかけとして新しい自分に生まれ変わるみたいに
意識していただくとより一層そうなりますから、そんな時に、まあ、別に誕生日が6月28日じゃなくてもね、特に6月28日の誕生日の方がいたらそれはそれですごいラッキーですけど、なんかその日にこう自分へのギフトが届くようなそんな感じがします。そして7月2日、これさっき言った水瓶座に入ってた土星が一旦また焼き座にね帰ってくるっていうことなんですが、これね、蟹座さんはどんな風に感じましたか？この3ヶ月どんなお試しがあったでしょうか？特に蟹座さんはこの1年でね、契約とか人間関係が非常にクローズアップしてましたから、そこに出たんじゃないかと思うんですけど、例えば今までこの人と別れようと思いながら別れられなかった人とやっぱり別れてみたとかですね、違う人と付き合ってみたとか、そういうのもあるかもしれないですし、転職しようと思った時にもう数ヶ月だけ試用期間として違う会社入ってみたとか、そういうお試しがあったんじゃないかと思うんですね。ただね、もう一回戻ってくるっていうのがあるので、若干後戻りするような、やっぱりあの人がいいなみたいなこととか、やっぱり前の会社良かったなみたいなことになるかもしれませんっていうふうに、まあそう感じるだけですけどね、感じるかもしれません。でそれがまあいいとか悪いとかではなくて、そういう経験を通して結局自分自身を納得させるための時間が与えられているっていうふうに思ってください。星の流れ的にはどういうことかっていうと、例えばもう一度会いたいと思ってた人に会えるチャンスみたいな感じの流れです。そして7月5日、これは山羊座で起こる満月、半影月食ですね。この7月5日もしくは6日に食い込むかもしれませんが、この時もですね、結構人間関係でなんかあるんじゃないかなって思うんですね。なんかあるって悪いことではなくて、全ていいこととして、こう感情が揺さぶられることもいいこととして、必要な気づきが起こりやすいということで、人を通して起こりやすいということですね。例えば今まで見えなかったその人の良さが分かるとか、逆にこう目が覚めるとかそういうこともあるかもしれませんね。とにかくプラスに、人間関係にプラスに働くと思っててください。はい、そして7月11日、11日まではまだ彗星が逆行してますのでね、こう考え方が行ったり来たりとか、まあなんて言うんでしょう、自分の考えがまとまらないっていう風になる方が多かったんじゃないかと思うんです、蟹座さんの場合はね。でもそれが12日以降やっとはっきりするっていうか、やっとすっきりする、自分の考えがまとまるっていう流れになると思います。そしてですね、最後にこの1ヶ月を通しての私からのメッセージとしては、まあ、私が感じることはですね、本当にね、ここから始まる何かがあるっていう感じがするんですね。なんだろう、仕事として長くお付き合いできる契約先が見つかるとかもあるかもしれないですし、もしくはパートナーとかですね、ようやく結婚が決まるとか、結婚じゃなくてもね、パートナーシップをこの人と組んでいくとか、なんかこうここから長く続いていく何かが始まるっていう感じなんです。でそれは例えば過去に壊れたことがあるとか、非常に辛い経験をした人ほど与えられる恩恵っていう感じがしますね。壊れることの大切さっていうのかな、手放したりとかなくしてしまう辛さや大変さっていうのを経験した人ほど与えられる、要は一旦なくなったわけじゃないですか、こう離れるって、そこにこう空いた穴が埋められるみたいな、こう要は穴が深い人ほど与えられる喜びを大きく感じられる。それが本当にこの1ヶ月で喜びとしてね、ちゃんと、与えられる気がするので、その喜びをちゃんとキャッチするためにも勇気を持って社会に一歩出ていってほしいなと思います。はい、ということで蟹座さんはそんな感じです。ぜひこれからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、では獅子座さんの7月のメッセージをお伝えします。7月の獅子座さんは出費が目立ちそうな時です。ですから必要経費を見直すのにいいですね。それから体を犠牲にしてでも頑張りたくなる時、そしてオンオフ切り替えが大事な1ヶ月となりそうです。あとね、スタミナはあります。このね、スタミナはあるっていうとですね、さっきのね、体を犠牲にしてでも頑張らないようにねみたいなメッセージとちぐはぐに感じるかもしれないんですけれども、もともと体力のある方はどんどんスタミナが与えられるみたいな感じで、もともとちょっと体力低いんですよという方にとってはあまり無理しすぎないでほしいなっていう時なんですね。何でもそうですよね。こう例えばパワースポットとか行っても、すごい元気な時ってパワースポットでパワーもらうぞって言ったら、うわ元気ってなるけど、ちょっと弱ってる時に行ったらもうエネルギーが強すぎて余計に疲れちゃったみたいになるのと同じような感じですね。なので7月っていうのは基本的にはスタミナが与えられるような1ヶ月です。
そして6月24日まではね、まだ若干ちょっと価値観に揺さぶられてるエネルギーが残ってますから、自分の考えがまあ変わったりあっち行ったり、またはそれがねこう出費として可能性が出てくると、ついねなんか人って出費したくなるんですよね。なのでこうまだはっきりしてないのに可能性にかけてお金を出したくなるみたいなこともあるので、まあそういう見直しですね。24日まではちょっとまだね慎重にいきましょうというところですね。そして全体の流れのところでお話しした火星がお羊座に入って元気になってくるというエネルギーが、まあ獅子座さんにとってはですね、元気が与えられる、スタミナが与えられるっていう風に使えるんですけれども、特にこれは遠くまで出かけていくようなこととか、まあそういう機会が増えたり、あと出張とか、今までこうちょっと自粛してたものが一気にこうパンと弾けて遠くに行くとか、または自分の中のこう可能性を伸ばしてくれるような後押しがあってですね、こう流れに乗っていくみたいなこともあるかもしれません。でこれからの半年ですね、まあ7月から後半にかけてはちょっと自分の専門性を磨いていくみたいな時になるんですね。でこれは別にその学問的なこととか学術的なことだけじゃなくて、スポーツを頑張るとか、あの健康のために頑張るとかもそうですし、マラソンを10キロ走れるようになるとかですね、なんかね 42.195キロ目指すぞとかいう方もいらっしゃるかもしれないですし、そういうこう今までの自分の枠を超えて何かをやっていきたい、可能性を掴んでいきたいみたいな、そこにエネルギーがこう注がれるので、おそらくこう頑張ろうみたいな気持ちになる方が多いんじゃないかと思います。自分のバイタリティをね向上させていくっていう流れなのでね、それはどうにでも使っていただいて構わないんです。それでいてね、ちょっとこう自我は弱まってるみたいな時で、現実的な仕事とか地位や名誉とかっていうよりも、全然そうじゃないところに意識が向いていそうな時なんですね。で例えばこういう時期にスピリチュアルなことにハマっていくというか、携わっていく方も多いかなって思うんですね。それもね、こうスピリチュアルなことを勉強するっていうこと自体が自分の思考の枠を外していくっていうことにもなりますから、そういう意味で意識を広げていく、可能性を高めていくっていうのは、まあ、あると思いますね。そして6月28日、これは絡んでたものをほぐしていくのにいい日なんですね。修繕したりもそうですし、コミュニケーションを取ったりとか、情報を取ったりとか、まあ、やり取りしたりとかするのにも非常にいい時です。なんだろう、こう思いが届くみたいな感じかもしれませんね。なのでもし思いを届けたいっていう人がいるのであれば、この時にちょっとアクションを起こすとか、この日に届くように何かするっていうのはいいかもしれないですね。そして7月2日の土星がね、一旦水瓶座に入って、それがまたヤギ座に入ってくるっていう流れですけども、これいかがでしょうか。獅子座さんの皆さんにとってこの3ヶ月何に鍛えられたかなって、何の試練を与えられてたかなって思うんですけど、中にはこうパートナーシップとか人に対して嫌だなっていう感情があった人もいるんじゃないかと思うんですね。例えばそれが隔たりとして感じた方もいらっしゃるかもしれないし、ちょっと苦手な人に関わっていかなきゃいけないっていう機会があった方もいらっしゃるかもしれないですし、またはね本当に具体的に仕事の契約切られましたとか、もう続けられませんみたいなことがあったかもしれないですよね。そういうのを通して何とつながっていたかっていうことをもう一度見直しさせられてたような時期だったんですね。でそれがまあ一般的に多いのは、パートナーに対しての不満を持つっていうことがまあ多いので、まあ、それはパートナーじゃなくても契約先の条件に対して不満を持つとかもそうですね。今までそう感じていたならば、それがちょっと和らぐっていうか、気にならなくなるっていう流れもあります。具体的に例えばパートナーに対しての怒りを感じなくなったとかですね、でもそれは怒りが消えるとか相手が変わったからではなくて、自分の中の可能性っていうのがもう別のところに向いているので、そっちに気が向かなくなったっていうだけなんですよね。例えばこう会社でもね、今の会社にこう何不満があってってもしあったとしても、新しい会社みたいなのがもう出てきたら、もうそっちに意識いって、もういいや、もうここを辞めるしっていうので、あんまり不満に思わなくなるとか、そういう感じもあるかもしれません。要するにこの3ヶ月感じてた新たな課題とか、まあ、不満とか恐れとかっていうのはちょっと7月和らぐよっていうことです。ただね、一旦は和らぐんですけど、来年以降もっとバージョンアップして良くも悪くも強くなるので、まあ、今年のうちにね、こう一回それをちょっと体験させていただいた上で、じゃあ今は何をしようっていうことで、今のうちにスキルを上げとこうとか、今のうちに準備できることをねやっとこうっていう風な流れになっていくわけですね。はい。そして7月5日、これヤギ座で起こる満月です。半影月食ですね。はい、この日は獅子座さんにとっては健康のことになんか影響しそうですね。
または雇用関係の見直しもありそうです。健康のことっていうのはね、健康意識が変わるっていうことですから、ちょっと自分の調子悪いとこをちゃんとしとこうとか、例えばずっと歯の調子が悪かったのを伸ばし伸ばしにしてたけど、あ、歯の治療ちゃんと始めようとか、まあ、そういうのもあるかなと思いますし、そういうふうに始めていってもいい時ということですね。もしですね、何か決め事がなかなか決まらなかったという方は、7月11日まではまだね、ちょっと彗星が逆行しているので、はっきりとはしにくいかもしれません。ただはっきりとしないことに意味があるっていうふうに捉えてみると、なんかわざわざはっきりさせない方が良かったってことが後々あるかもしれないってことなので、今焦らずにちょっと7月中旬ぐらいまでは寝かしといてくださいっていう感じかな。寝かせられるものは寝かしとく、そして後半、特に12日以降にその時の条件で決めていくっていうのがいいと思います。そして最後にですね、私から獅子座さんの皆さんへのメッセージとして、今感じることは何かなってこう感じてみたらですね、チャンスはねすごくあるんです。ただそのチャンスがあるからといって、体を犠牲にしてまで無理をしないでほしいなと思います。冒頭にも言ったんですけど、こう体がもともと強くてね、健康ですっていう方は、まあ、そんな心配なくね、もっとじゃあ走ろうとかなるかもしれないですけども、もともとそんなに強くない方っていうのは、やっぱりこういう時期に若干ストレスが体に出やすいんですね。普段健康な方でも、え、こんなところに出てたんだっていうのもあったりするので、やはりオンとオフをきちんと切り替えるっていうことですね。例えば今回のその自粛でもね、会社は完全に休みじゃないけど1日おきに出なきゃいけないとかって、逆になんかリズムがつかなくて体に影響が出るところもあったかもしれないですし、まあ、そういう疲れをこの7月中になんか直しておくっていうか、癒しておくみたいな感覚でいてください。まあ、要するにね、こう7月って可能性が、あ、これからっていう可能性が見えてくるんですけど、あまり暴走しすぎないように、うん、で特に7月5日の満月あたりとか暴走しないようにしてくださいね。そして12日を過ぎるまでは、まあ、早と治療しないように、できるだけ慎重にことを進めていってほしいなと思います。なんかね、こう早と治療をしてこう無理に進めたことっていうのが、こう突然話がなくなったりとかしやすいので、でもそれはもともとない話をこう自分のこう妄想とかでこう ただただ膨らませたことが、あ、現実的に見たら何もなかったっていうことに気づくっていうだけなんでね、何もこう奪われたりとか傷つけられたりとかはしてないんで、はずなんですけども、自分の中でがっかりしますよね、そうなると。だからあんまり早と治療しないということです。そしてリスク回避ってしすぎると良くないですし、獅子座さんの皆さんだったらもう行けみたいな、頑張るってやる方が切り開いていけるんですけれども、ちょっとこの7月だけはね、あんまり力みすぎずにちゃんとリスクのことを考えて、無理をしないで体を優先してやっていってほしいなと思います。そしてね、こうスピリチュアルなことに携わるかもって言ったんですけど、そういう見えないところからのメッセージとかね、受け取りやすいっていうのもありますし、ちょうどこの6月21日の夏至から後半にかけてって、ちょっとみんなが目覚めつつあるみたいな感じの時ではあるので、まあ、そこで本当にこう開きましたみたいな人もいるかもしれないですけども、もしそう感じたら感じたで、それはそれでちゃんとね、開いた分体しっかりしとかないとバランスが取れませんから、そういう意味でも体をしっかりと整えるっていうこともしてほしいときですね。見極めですね、自分の健康の見極めをしっかりして過ごしてみてください。はい、今月はこんな感じです。ありがとうございました。では乙女座さんの7月のメッセージをお伝えします。乙女座さんの7月は、まず信頼を築き上げる、仲間との協力、夢を描くのに適した時です。5月末から6月にかけて、自分の生きる世界とか社会とか仕事っていうものをね、意識させられた方も多いかなとは思うんですけども、じゃあこの7月は自分がこう一旦意識した自分の世界、これからの世界みたいな意識した上で、これからどうやったらもっと自分にフィットしたものになるんだろうとか、どうやったらもっといいものにできるんだろうっていう、こう想像力が湧いたりとか、逆に夢を描いたりとか、いろんな人の意見を聞いてこう刺激をもらうっていうのかな、こう可能性を見ていくっていうのが実はいい時なんです。で、例えば一人で何かをやって達成っていうのもまあ可能なんですけれども、1馬力よりもね、2馬力とか3馬力とか4馬力もしくは10馬力みたいに
そこでこう起きる化学反応ってあるじゃないですか。人が多ければ多いほど、いい人もいれば嫌な人もいるかもしれないけど、そういう人と関わることによって起きる化学反応っていうのがあるので、化学反応を起こして新しい自分の世界へのヒントをもらえそうな時なんですね。でまだね、6月24日までっていうのは自分の考えがまあ出たり入ったりとかしやすい時なので、価値観の変更とかね、まあ、特にお金のことを心配される方多いかもしれないですね。収入とか、まあ、出費とかこれからのことを考えさせられるかもしれませんが、とにかくね、6月24日まではあまりね答えを出そうとしない方がいいと思います。一緒なんで、こっち行ったらこっちのこと気になるし、こっち行ったらこっちのこと気になるしってこと一緒なので、あまり考えないようにする方がいいと思いますね。それは目先で絶対支払わなきゃいけないお金があったら払ってくださいって言うしかないんですけど、でもそれもとにかく今はそれを処理するっていうことだけで、将来的なことはちょっとまた別個に置いとくっていうことですね。そして全体のところでもねお話ししたんですけども、この勢いのある火星がお羊座に入ってくるエネルギー、6月28日以降のエネルギーなんですが、これは乙女座さんにとってはね、信頼を築いていくっていうエネルギーとして一番活用しやすいんです。でね、信頼ってそんなにね簡単にこう築けるものじゃないですよね。例えば1日で、あ、この人いいなってもし思ったとしても、それ1日で変わる可能性ってありますよね。でもこれが10年かけてこの人って本当に信用できる人ってなったら、1日や2日何か嫌なことがあってもその信頼っていうのはそうそう簡単には崩れないですよね。なんかどうしたんだろう、あの人今日は調子悪いのかなぐらいに思うっていうように。なのでちょっとね、この乙女座さんはですね、この6月28日から年末にかけてこの信頼を築いていくっていう風に一番使える時なので、なんていうんですか、こう万里の長城、なんとかは一日にしてならずっていうじゃないですか。なのでね、こうすぐに自分が何かをしたからってすぐ何かが返ってくるっていうわけじゃなくて、コツコツとずっとなんか自分は縁の下の力持ちだなみたいな、こうずっとなんか例えばですよ、こう誰かに使われてる気がすると思ったとしても、それは使われてるという感覚なのか、自分がこうその人からのこう信頼を得てると思うのかの違いみたいな感じでね、ちょっとねこう見えないトンネルずっと掘っていくみたいな感覚でぜひ頑張ってみてほしいんです。そしてここで得た信頼っていうのはそうそう崩れませんからね。でこの後さらにまた来年以降非常に使えるというか活かせるものになるので、めげずに頑張ってほしいなと思います。信頼を築く先にある世界ってね、どんな世界を求めているかによりますよね。例えばその人とどんな世界を築きたいかですよね。これが、まあ、例えばパートナーシップ、結婚相手とかであれば分かりやすいですよね。結婚した後一緒にこういう生活したいっていうのは分かりやすいですけど、ビジネスのねパートナーシップだったら、信頼を得てその人とはどういう仕事を、世界を作っていきたいのかっていうのを想像しなければいけないんですよね。なんかそこに勝手に待っていたっていう、その世界があったっていうわけじゃなくて、自分たちで作っていくっていう意識なんですけど、それにも私の考え、あなたの考えだけじゃなくて、あ、他にこんな考えあったんだとか、こういうパターンもありなのかっていう、そのまた別の人たちのパターンっていうのもすごく勉強になるので、なのでこの7月っていうのはこういろんなたくさんの人に会っていくっていうのがね実はいいんですよ。直接会うのはちょっと危険だったとしても、まあ、オンラインでもいいですし、いろんなオンラインだったら本当いろんなグループに入れますからね。そこでいろんな考えを知ったり、あ、こんなのもあるんだ、あんなのもあるんだって言いながら、その自分が気づきたいパートナーと、まあ、パートナーに限らずですが、そういう信頼を築きたい何か新しい世界というものに対して、可能性ややり方とかいろんな情報を得て、今年の後半までに信頼を得ていくように頑張るという流れですね。6月28日この日から、まあ、信頼を築いていくっていう努力、見えないところでの努力をしていくという時に入るんですけれども、ちょっとこの日がですね、特に乙女座さんにとってはね、お金のことを考えさせられる日になるんじゃないかと思うんですね。でちょうど24日までが金星の逆行って言ってね、あのお金のこととかいろんな価値観が揺さぶられますよっていう時だったので、それがもう終わった後の、まあ、ちょうどこの21日の日常もちょっと落ち着いてくるかなっていう頃なので、28日ぐらいにですね、本当にこれからの経済のことを自分で決めるとか、こういう返済計画にしようとかでもいいですし、またはこれだけあったらやっていけるんだから、こういう風な生活にしようとね、そういう何かお金のことに関しての見通しが立ったりとか、自分の計画が少しクリアに見えてくるかなと思います。でもこの日自体はいい日なんですよ。コミュニケーションもいい日なので、誰かに相談するとかそういうのもいい日です。7月2日から、一旦土星が水瓶座に入ってたんですけども、土星がヤギ座に帰ってくる、これはですね、乙女座さんにとってもこの数ヶ月体験させられたこと、どんな課題や目標が見えましたか？まあ、特に健康に関したこととか、もしくは日常生活、こう生活の在り方に対して
感じた方が多いんじゃないかと思うんですね。特に先月6月は仕事のこととか環境っていうのがあったので、それはもちろんもう生活とリンクしてますよね。仕事だけじゃなくてね、日常生活のあり方とかを見直しさせられた方とっても多いと思うんですよね。まあもちろんこうステイホームで嫌でも家にいさせられたっていうのはありますけど、その中でね、健康だったり日々の過ごし方っていうのをやっぱりこうしようっていうふうに思った方も多いじゃないかと思うんですね。それを目指してやっていくっていうのももちろんいいですし、なんかこうなんでしょうね、こう逆のことを言ってるように聞こえるかもしれないんですけども、一旦そうやって日常生活大事なんだとかね、あ、こういうふうに仕事をきっちりとやっていくことって大事なんだって分かった上で、今はね、今年はそうやっていろんな可能性を見ながら、こう信頼を築きながら、でもやっぱりチャレンジするっていうテーマがあるわけです。今年は今年のね、でこの悔いのないようにチャレンジしてほしいんだっていうのはすごく思うんですね。でトライアンドエラーっていう言葉があるじゃないですか。私もこの言葉大好きで、私そればっかりやってるんじゃないかっていうぐらい、こう見えないところでたくさん失敗してますから、乙女座さんの方ってね、比較的こうやっぱ安心して確認しながら進んでいきたいっていう思う方が多いので、一個ずつ進みたいと思うかもしれないんですけどね、こう今宇宙が応援してくれてることっていうのは、はい、分かりました、一個ずつ ですねっていうわけじゃなくて、準備ができてなくてもいいからやってみてみたいにドーンって押されてるみたいな感じなんですよね。で一回ドーンとやってから、後からこう戻ってゆっくりやるっていう流れになってくるので、今年の年始にね掲げた目標とか、今年は絶対こうしたいなって思うことが、まあ、ちょっとこの数ヶ月止めさせられてたとしても、やっぱりこうしたい、やっぱりっていう思いがあるならば、それをぜひねトライしてみてほしいんですね。そのトライすることにまだ今年半分ありますから、宇宙はそれを応援してます。そのための協力者とかアイデアとかってい こういろんなグループの人からの話を聞いたりとかねして、プラス、まあ、一人で突っ走るっていうのはなかなか難しいタイプだと思うので、信頼とか応援を得ながら、でこの信頼を築いていくっていう言い方をしたんですけど、トンネル掘るっていう言い方もしたんですけどね、そのトンネル掘るっていう、まあ、いわゆるパイプをつなぐっていう意味で、パイプをつないだら向こうから応援が来るわけですよ。もちろんコミュニケーションと一緒でね、こっちが電話をかけるっていう、こっちからのこう電話をかけるというアクションをしたら、つながったら向こうからの声だって聞こえるわけじゃないですか。それと同じで、この半年ね、ここからね頑張って自分がこう誰かの信頼を築くって思ったら、その人からの応援だって来るわけです。一人で挑戦しなきゃいけないっていうのは怖いかもしれないですけど、一人じゃないので、いろんな人と関わってつながって信頼を築きながら、応援をもらいながら、仲間と一緒に進んでいくっていうような感じです。宇宙がどれだけ応援しててもね、本人の意思が一番強いんですよ。そこがないとかブレてて、なんか宇宙は私をどっちに連れてってくれるのかなっていう風にしてると、ちょっと弱くなりますね。やっぱり本人の意思があって、その意思をもとにエネルギーが動き出して形作っていくっていうことなので、もう失敗してもいいから、今年はやってみるっていう形でやってみてください。そのきっかけが7月から始まりますよっていうことです。で7月の5日はこれは満月ですね、半影月食。そして5日とか6日っていうのは乙女座さんにとっては楽しいと思いますよ。思いもよらぬところから応援が来てたみたいなことを感じるかもしれませんね。そして7月の12日から今までなかなか進まなかったことがやっと進み出すみたいなね、あと誤解が解けるっていうのもあるかもしれません。ですからまあちょっと安心してね、お仕事とかさっきのコミュニケーションとか、6月末過ぎたらだいぶマシなんですけど、もう7月の中旬過ぎたらさらに安心っていうか進んでいけるっていう感じになりますので、そんな感じで言ってください。そして最後に乙女座さんへの私からのメッセージとして感じることはやっぱりお金のことかな。どうしてももちろんそれはお金があったら安心とか思うと思うんですけどね、今の自分にとって何が一番安心できる材料だと思いますか？パートナーですか？それともお金ですか？人間関係は結構いいんです、7月ね。なのでパートナーと思った方は比較的与えられるかもしれませんね。でお金と思った方は、お金は流通していくものなので、今この7月ここにあるかというとないかもしれない。だけど回ってくるんだっていうことが分かったら安心じゃないですか。なのでそういうルートだったりとか目星っていうのは7月つくかもしれませんね。ということで7月はこんな感じです。ぜひトライアンドエラーでも頑張ってやってみてください。また後半も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、では天秤座さんの7月の流れをお伝えします。天秤座さんはですね、7月は仕事運がとてもいいです。はい、あと契約とか経済の流れが変わってきます。
あと目上の人との関係も変化、意識も強く行動力アップの1ヶ月になりそうです。はっきり言って7月はですね、天秤座さんの皆さんにとってはとにかく仕事運が強いです。仕事だけに関わらずなんですけど、環境運が強いと言ってもいいですね。環境運とか仕事運とか社会運とかって何って言ったら、結局その人が今生きてる環境の中で一番何が自分の社会だと思っているかっていうことです。もしね、まだ赤ちゃん産んだばっかりで外に出れないみたいなお母さんだったら、家の中が社会じゃないですか。生きる環境そのものになるし、まあ、例えばもうほとんど仕事してて家に帰ってませんみたいな人だったら、仕事がやはり社会だし、お仕事はしてなくて例えばボランティア活動してますとか、いやもしくはこう地域のね自治体で活動してますっていう人にとっては、その自治体っていうのがその人の社会を占めますよね。なので一般的にこの動画を見てくださってる方、お仕事をされてる方が多いかなと思うので、仕事って言ってますが、その人の生きる環境、今いる環境が明るくなるっていう時なので、いかようにでも生かしてください。仕事頑張りたいという方は仕事が開きそうな時ですね。新しく仕事したいという人ももちろんいいですし、もっと今よりも仕事をやりやすくしたいという方も新しい扉っていうのは開くかもしれませんし、今までだったら全然話の通じなかった上司とか関わりの持てなかった人ともこう持てるようになったりとか、そういう、こう人に対してのアクションを起こしていきやすい時ですね。勇気を持って挑んでいけるみたいな感じがありますね。まあ、実際人間関係を頑張ってつないでいこうという動きもあるんですね。まあ、ただね、6月24日まではまだ少し考えが行ったり来たりとかしやすい、価値観見直されている時なので、まあ、はっきりしたくても仕方ないかなと思います。特に天秤座さんにとっては自分の可能性ですよね。これからの可能性が信じられるのか信じられないのかっていうところで行ったり来たりするんじゃないかなって。信じられたらよしやってみようみたいな、こう次行こうっていう、こう攻めの姿勢になるっていうかね。でも信じられなかったら今あるものをなくしちゃダメだみたいな、こうちょっと守りの体制に入りますよね。まあ、そういう意味でこう行っていいんだろうか行かない方がいいんだろうかみたいな、そういう迷いがあるかなっていう感じがします。ただ6月24日までは迷いやすいっていう時と分かっているのであれば、その辺まではね少し変更があってもおかしくないので、余裕を持たせておく、期限とか結果とか変更ありにできるようにしとくみたいな感じですね。まあ、私ホテルとか予約する時もいつもそうですけど、こういう時は絶対にキャンセルできるホテルを予約するっていう感じです。いくらお得で安くてもキャンセル不可とかだったら後がややこしいのでね。まあ、そんな風にこう変更できるような状態にしとくのがベストかなとは思います。全体のところでもねお話しした6月28日以降のこの勢いの出てくる、こう熱くなってくるエネルギーっていうのは、天秤座さんにとってはやっぱね人に対して使えそうなんです。これはね、まあ、新たな契約を取りに行くっていうのもいいですし、誰かとつながりたいっていうところにエネルギーが注がれそうです。このパイプの先をですね、誰とつながるのかっていうところですね。6月28日に限ってはね、この日は非常にコミュニケーションもいい時ですし、新しく何かが始まるっていうような日なので、プラスに活かせると思いますよ。なのでもしさっきのねお仕事探してるという方でしたら、この日にちょっとアプローチしてみるというか、面接とか受けてみるとか連絡してみるというのもいいかもしれないですし、まあ、契約が欲しいとか新たな契約を取りたいという方もアプローチしていくのはこの日を境にしていくとスムーズかもしれないですね。またはね、プライベートでもやはりこう人との関係をもっとつなぎたいって密かに思ってる人多いんじゃないかと思うんですよ。例えばもうちょっと人って疲れたなとか、一人が楽だなっていう時もあっても自然なことなんですけど、やはりそういう時期をちゃんと経験したら次はやっぱりつながりたいなって思うのが自然の流れじゃないですか。なので今宇宙は天秤座さんの皆さんにこう頑張って人とつながっていきましょうねみたいな、そういう背中を押してくれてるんですよね。でちょっとね、火星ってマイナスのイメージを持たれてる方も多くて、例えばトラブルとか、だから喧嘩が増えるとか、嫌な人に会うんじゃないかみたいなことを思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、それはもうね想像するだけ無駄ですね。そんな悪いことを想像してそうなる可能性上げてどうするみたいな感じがあって、なぜならばね、こちらの対処の仕方によってトラブルっていうのは大きくもなるし小さくもできるじゃないですか。で、天秤座さんの皆さん比較的対人関係うまいと思うので、自分が持ち合わせてる人への優しさとか対応の仕方とかに自信を持って人と接してみてほしいんです。そうするとね、相手は嬉しいと思いますよ。そしてね、7月2日ここから土星がねまたヤギ座に帰ってくるっていうことなんですけど、どうでしょうか。この3ヶ月3月末から4、5、6中旬まで経験させてもらったチャレンジってどんなことがありましたでしょうか。
このどんなことがあったかっていうのをご自身がどれだけ認識してるかによってまた生かし方って変わるんでね、もう単になんかあこうなりますよああなりますよっていうのを聞いてるだけでは現実ってなかなか変わりにくいんですけど、自分の中に落とし込んでなんかあったかなとかってこう想像してみたりとかね、あこういうことかなって認識して行動を変えていくことで実際に変わってくるので説教じゃないんですよ、本当に良くなってもらいたいと思うからこそのメッセージなんですけど、特にこの3ヶ月のチャレンジっていうのが実は天秤座さんにとっては大きなチャレンジだったんじゃないかなって思うからお伝えしていることなんですね。このチャレンジに疲れたなってもしかしたら感じてるかもしれないですよね。ああ疲れた、もうやっぱりやだみたいになりやすいんですけど、これはね一回まあ元に戻ってもう一回作戦会議を練るみたいな感じです。作戦会議を練る、あとこの今年1年ですよ、あと残りの半年間ね、例えばですけどこう敵の陣地の様子が分かったと視察に行って、なので一回自分のところに戻ってきて、なんかあじゃあこうしようこうしようああしようああしよう策を練ってまた来年からじゃあやってみようみたいな感じの流れなの で特に今回の7月に関しては自分のベースを整えるための生きる環境って何なのかなっていうところで仕事に頑張ろうと思ったり、こう人間関係を作っていこうと思ったりしやすいですし、でまたこれはね目上の人からの応援っていうのがあるんですね。なのでちょっとこう年上の方とかもしくは年下でも上司とか力自分よりなんか上だなって感じるような精神年齢の高い方とかしっかりしてるとかそういう方のアドバイスってもらいやすい時なので、ちょっとそういう人に連絡を取ってみるとかね、甘えてみるというのもいいかもしれません。もう一つねちょっと別の言い方をすると、来年以降本当にチャレンジが始まるので、自分の人生のチャレンジってなったらねちょっとこう家のこととか振り返ってる時間ってあんまりなくなったりするので、今のうちに家のことを思いっきりやっときましょうっていうのもあります。例えば家族に対して接する時間とかかけるエネルギーとかもね、来年になったら自分も忙しいし家族も忙しいしってなったら今しか家族でやるときないよねみたいなのがあるかもしれないので、そういう感覚で家のことを楽しんだりとか取り組むっていうのもありです。さっきの仕事っていうのと矛盾して感じるかもしれないんですけども、これは大きなエネルギーとして家のことっていうことなんですね。今年の後半全部をかけて整えていくことがやっぱり自分の人生の基盤なんです。ただ今月だけ光ってるのは特に社会運や環境運が光ってるので、自分の世界っていうのはちょっと明るくなりますよっていうのがメッセージです。そして7月5日、この日は満月ですね、まあ、半減月食で、この満月っていうのもさっき言った家のことと仕事とか何かそういういい意味でね引っ張られたり、いい意味で引き寄せができる日になると思います。ちょっと今まで絡んでたものがほどけてくるみたいな、そういうこともあるかもしれませんね。そして7月11日までもう行ったり来たりとかしてたこの情報がですね、やっと12日からスムーズに進むねっていうことなので、お仕事とか契約とかも中途半端に立てたものとかですね、もう諦めかけてたものをもう一回じゃあ頑張りましょうってなるかもしれないですね。そして、最後に天秤座さんの皆さんに私からのメッセージとして感じることをお伝えするならば、もうダメかもって思ったことがあるなら、この数ヶ月でなんかそれを終わらせて新しくつなぎ直すみたいな感じですかね。人間関係とかもそうですけど、別れるの別れないのみたいなこう微妙な時になんかこうどうなるのって言いながらずっと行くより、もう一回ちょっとここで別れましょうみたいにして別れて時間を置いてから必ず会うっていう約束して別れるとかね、で一回ちゃんとちょっと整理してからもう一回結び直すっていうのがいいんですね。だからお仕事も契約とかも今のままずるずる言ってこれをなくしたらこう次どうなるか分かんないしっていうのも一旦ちょっと終わらせて、そこからまた新しく結び直すみたいな方がよっぽどバージョンアップした次のいいつながりどころがあるような気がするんですね。特にこの7月っていうのはそういう社会運とかつながりとか契約とかがいい時ですから、その古いものに固執せずに今のタイミングで始められることだったり、あ今だからだよねっていうところでちゃんとつながっていけるところがあると思います。特にそれは7月の12日以降です。なので焦らずに諦めずにつながっていってほしいと思います。後半も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ではさそり座さんの7月のメッセージをお伝えします。さそり座さんの7月は自分の信念を貫くとき、専門分野が光るとき、精神的な克服や自己成長が起こりやすいとき、そして勇気を持ってチャレンジしたことを魂に刻むときです。盛りだくさんですね。
非常に7月のさそり座さんというのは精神力が高いんですね。自分が信じてきたものがやっぱりそうだったよねみたいな感じで、変な言い方ですけど、こう自分の中にある信念みたいなものが、まあそれ見えませんよ、実際肉体があるから見えないんだけど、そこの棒がピカーッと光ってるみたいな感じの時なので、信念みたいなものがある人はすごく強くなれるような1ヶ月じゃないかと思いますね。宗教とかでもそうですよね。別にどの宗教があっててどの宗教が間違ってるということは全くなくて、自分が信じてる信念、真実が自分を保つなんか一つの柱となっているのであれば、まあ、そこがあることによってより一層強くなるみたいな時ですね。もしね、ご自身の得意分野を自覚されている方はラッキーですね。今月はさらに得意分野を活かせるような1ヶ月なんです。得意分野ないですっていう方も、自分が今まで怖くて越えられなかった壁とかありますよね。そこを越えていけるよ、ビヨーンとこう行くような時なんですね。なので勇気を持ってチャレンジしてほしい。それが要は自分のご褒美になるんです。何でもそうですけど、こう自分の中でね、更新記録を出せた時って嬉しいじゃないですか。昔これできなかったのに今これできた、やったみたいな、それって自分の中だけの喜びですけど、すごくエネルギーになるので、そういうのをぜひね感じてもらいたいなと思うんですね。もう一つは、自分の考えとかアイディアが自分の頭の範疇を超えても、なんか誰か違う人の手に渡るみたいな感じがあってですね、まあ、それってすごいベタな例を出すと、自分が日記を書く、日記って自分の頭の中のと感情のものだけなんですけど、それをブログに載せてみようと、そしたらブログが流行ってそれが本になるみたいな、で本が全然自分の知らないところで読まれているっていうような感じで、本当に渡り鳩が飛んでいってどっかに持っていっちゃったみたいな感じのことが起こりやすい時でもあるので、これビジネスで使おうと思ったら使えますよね。宣伝効果みたいな形でね、なんか自分がポッとこう発したことがファファファと飛んでいって、必要とされてる人のところに届くっていうこともありますし、そういう拡散したいことがある人は使えるかなっていう感じですね。そうなりやすい時ということです。あとですね、さそり座さん先月のメッセージで、人に対して疑ったりとか疑惑を持ったりモヤモヤしたりとかねしやすいですよって、でも自分が不安定になってね、大事なものまで壊さないようにしましょうねって言ったんですけども、まあ、そのエネルギーはですね、一応6月24日までありますから、まあ、そこまではちょっと注意していただいて、でそれを過ぎたらだいぶね楽になると思います。なんであんなこと考えてたのかなって、こうふっとこうつきものが取れたような感じがするかもしれませんね。全体のところでもお話しした火星がお羊座に入るっていうこの勢いのあるエネルギーはですね、さそり座さんにとっては実はね、自分の役割をしっかりこなしていくっていうところに出そうなんです。ですからこう自分の役割はこれかなって感じている人にとっては、そこを一生懸命やっていくということですね。例えばお仕事で、今私に与えられている仕事はこれなんですとかだったら、普段の 1.5 倍あるんですけどっていう仕事量を頑張ってこなしていくっていう風になる人もいるかもしれないですし、介護とかで忙しいとかね、誰かのお世話をしてあげるっていうのもあるかもしれないですし、または自分の健康管理頑張るぞっていうところで普段よりも意識的に取り組むっていう方もいらっしゃるかもしれないので、自分が今自分に課している義務は何か、何だと感じているかによって、それを一生懸命こうコツコツとこなしていくっていうエネルギーとして使えそうなんですね。これはここから半年ぐらい、年末まで続くエネルギーなので、ぜひそこにね、こう奉仕の気持ちみたいなものがあると頑張りやすいかなとは思います。なぜならばね、さそり座の皆さんって本当に大事な人のためにってなったらすごいエネルギーを出すから、自分が義務だと思ってることっていうのはやらされてるわけじゃなくて、自分がその人のためにやってあげようって思うことがあれば、普段以上に頑張れる力が湧いてきますよっていうことです。やらされるわけじゃなくてね、さっき言った6月28日というこの日だけで言うと、この日は非常に優しいエネルギーの日なので、例えばさっき言った6月24日までの誤解とか疑いとか、そういうものもふっと溶ける、なんか本当にスッと溶けるみたいな感じが28日かもしれません。だからこの動画を見てる方の中でね、どうしようかなとか、こう文句言ってやろうかなとか、例えばいやもう別れようかなみたいな、そういう切り札を持ってる人がいたとしたら、ちょ28日まで待ってみたいな感じでしょうか。28日にそのフッとしたエネルギーで自分で解消できたら、相手を責めなくても済むし、むしろよかった言わなくてっていうこともあるかもしれないですからね。そして7月の2日以降、
ここから土星がですね、またヤギ座に戻ってくる。このエネルギーはサソリ座さんにとってはどうでしょうか。ちょっと家庭のこととか家のこととか、もしくはこれから自分が生きていく人生の土台としての新しい課題を見せてもらったんじゃないかと思うんですね、この数ヶ月でね。もう一回ちょっとね、戻るというか、このまま引き続きじゃあそれ行きますよっていうわけではなくて、一旦7月の頭で終わって、本来自分がやるべきことにもう一回戻っていくっていう感じがあるんですね。でどうでしょうか、今年の年頭に自分がもし掲げた目標とか、今年こうなったらいいなみたいなものがあった方にとっては、この数ヶ月で止めさせられてたかもしれないんですけど、やはりあ、もう一回それ頑張ろうっていう今年の本来のテーマに戻っていくっていうのがあるので、一番ポイントかなと思うのは考え方とかコミュニケーションですよね、人とのね。そのコミュニケーションの取り方が変わったんじゃないですかどうでしょう、変わってないですか、サソリさんの皆さん。ちょっと変わったよとか、うん、そう、確かにちょっと新しいアイデア、考えが自分の中に入ってきたよっていう方は、あ、よし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 って感じで、あの、そのままどんどん進化していってねっていう感じで、え、何にもないんですけどっていう方は、氷のようにね、少し固まっているので、まず溶けていく、じわーっと溶けていくっていうことになるんじゃないかと思うんです。氷が溶けて水になって蒸気になっていくのって気づかない、目に見えないですよね。サソリ座の皆さんも自分の何が変わってるのかっていうのはあんまりわからないんだけど、こうじわーっと溶けてちゃんと必要な変化が起こってますよっていうふうに思っててください。そして7月5日、これが満月ですね、半影月食。この時も自分の考えとか情報とか、そのさっき言ったアイデアとかがこう遠くに飛んでいくのか、飛ばすのか、いや飛ばさないのかみたいなことはあるかもしれません。でもちょっとね、7月5日ってちょっと優しい恩恵の日でもあるので、この満月月食ちょっと揺さぶられやすい時に、ご自身が何を感じたか、何を欲しいと思ったかっていうことをしっかりと自分で思っててくださいね。でそれをもう出せそうだったら、伝書バットに託したっていうぐらい、なんかこうポッと出してみると、ふわふわっと飛んでいくっていうこともあるかもしれません。7月11日まで混沌としてた状態、特にお仕事とかですね、なかなか進まなかった、いろんなものが止まっていたっていうものがやっと流れ出したっていうふうになるので、ちょっと安心かなとは思います。7月12日以降、より一層お仕事はしやすくなると思います。まあ逆を言うとね、7月の11日までは修正があるかもしれないので、柔軟に対応できるような状況にしておく方がいいと思います。そしてですね、最後に、サソリ座の皆さんに私からメッセージ、感じたことをお伝えしますと、一言でこうって言えない感じなんですよ。いろんなものが交差してますからね。もしね、現状面白くないなとか、もうちょっと刺激が欲しいなと思ってる方は、もうね、多少無理してでもね、自分にプレッシャーをかけるぐらいでもいいので、やってみた方がいいと思います。このままずっとどうなのかなって言いながらそのまま言ってたら、本当揺れガエルになっちゃうっていうか、こう誰かが変えてくれるわけじゃないし、何かが突然なんか自分の目の前にいいものが来るっていうわけじゃないので、それは自分が過去に起こしていった行動の結果として目の前にあるっていうことなので、もしね、ここからもっと良くしたいと思うのであれば、ちょっとプレッシャーをかけて自分に、それぐらいしてやる方がいいかなと思いました。まだね、多少こう7月の後半からね、12日からやっとエネルギーがダイレクトに進みそうってなったとしても、やっぱりまだエネルギーっていうのは落ち着かないんですね。今年1年が要するにすごい重要な1年だから、まあ、また秋ぐらいなんかあるかなっていうのもありますし、一筋縄ではいかないんですよね。なのでそこでね、自分はなんかならないかなとかと思ってたら、もうただただ揺さぶられるだけ、シートベルトとかをしてない車の中でただ揺さぶられてるだけっていう形になっちゃうので、やはり自分がプレッシャーをかけてでもこうするっていうふうに決めると、そこに意志が生まれて進んでいくバリアみたいなものが出てきますから、そんなに揺さぶられないんですよね。まとめますと、サソリ座さんの7月っていうのは非常に精神的向上を狙える時なんですね。自分の枠を超えられる、自分の怖かったものを超えられるっていう1ヶ月だからこそ、まあ、うだうだただ過ごすというよりは、怖かろうと何だろうと、とにかく今目の前にあることをやってみるとか、挑戦してみるとか、自分にあえて自分にプレッシャーをかけるぐらいしてもできますよっていう時なんですね。それと、自分が義務だと感じていることをこなしていくであろうって言ったんですけども、
これはね、義務っていうとなんかちょっと嫌なイメージですよね。お役目って言ってもいいかもしれないです。自分に与えられたお役目。なんか人ってね、実は自分の役目が欲しいって思う人多いんですよね。なので、あ、これ自分に今与えられてるお役目って思ったら、エネルギーって多分湧いてくると思いますし、またそれをねこなした後っていうのはやっぱすごいちゃんとご褒美が来るものなので、楽しみにしていてください。そしてやはり今月はね、自分の境界線を越えるっていうか、ビヨーンって伸びていくっていう1ヶ月と思って、自分にプレッシャーを与えて頑張ってみてください。で、何を頑張ったらいいんですかって思った方は、何でもいいです。今目の前にあること、もしくは自分が実はこれやってみたかったとか、これ望んでるっていうことですね。特に今年1年って好奇心とかが湧いてくる年なので、それを自分でもしかしたら止めてたかもしれない。安全地帯にずっといようと思ったら止めちゃうけど、そこちょっと取っ払ったらね、挑戦していけるので、やってみたかったこと何でもいいです。与えられるものだけじゃなくて、自分がやってみたいと思うことにぜひ挑戦して、自分の枠を超える1ヶ月にしてみてください。ということで、7月のサソリ座さんは以上です。ありがとうございました。後半も一緒に頑張っていきましょう。では、いて座さんの7月のメッセージをお伝えします。はい、伊手座さんの7月は、ありのままの自分を受け入れる時、宇宙の恩恵を感じ望む人生に挑戦する、甘えられる時、愛のボーナスを支給される時です。7月はですね、非常に目に見えない恩恵を受けやすい時なんですね。導かれてる時っていうのかな、基本的にはずっと導かれてるんですけども、それを感じやすい1ヶ月かなと思います。ちょっとデジャブが多かったりとか、偶然の一致とか、一般の方が、あ、不思議なことが起こってるって思うような現象がたくさんあるかなと思いましたね。これは何が起こってるかというと、私たち常にいつでも本当は導かれてるし、メッセージっていうのを受け取っているはずなんですけども、ずっとそこに焦点を当ててるわけじゃないですよね。違うこと考えたり、目の前のことやったりとかするんですけど、今はこの7月っていうのは、見えないパイプっていうのが強くなる時で、特に先祖の縁とか、家系から来る恩恵だとか、過去世の自分のやったことを今受け取るとかですね、そういうこうちょっと世代を超えて受け継がれてきたものを自分がちゃんと今受け取るみたいな感じです。これは別にこの世代を超えてとかいうことじゃなくてもね、例えば子供の頃に自分が願ったことを今受け取るっていうこともあるかもしれません。そんな風にちょっと時空を超えてっていうか、こうね、なんか不思議なことが、メッセージを受け取ったりとか、ギフトを受け取るみたいな感じの時なんですけどね、そういうことが起こりやすい1ヶ月です。一般的にはこうスピリチュアルなこととか、目に見えないこととか、マジックのようなこととかですね、あとはこうヒーリングだったり、現実社会で言ったら手術とか、そういうちょっと意識をなくしてやるようなことですね、瞑想とか、そういうのが非常にいいですよっていう時なんですね。なので、もしちょっと今混沌としてるっていうかね、不安定だなと思われたら、瞑想とか、そういうちょっと見えないものとちゃんと自分がつながってるんだっていうことを、ちょっとでもそれを感じることができたらね、すごい安心するじゃないですか。お墓参りに行って、そこでやっぱりこうおじいちゃんを感じたとかですね、あったら、あ、なんかやっぱり見ててくれてるんだって思ったら、確証はなくてもちょっと安心しませんか。なんかそんな感じです。で、これはもし自分は受け継いでるものなんか何もない、別に身内もいないとか、そうだったとしても、実はそんなの現実の世界の血縁っていうのは関係ないんですね。自分が要は過去に発信した、渡した何かを今受け取るっていう時なんで、見えない世界の話じゃないとすれば、ちょっと縁の下のね、力持ち的に誰かのサポートをするとか、そういうのが非常に生かされやすい時ですね。相手からも感謝されるでしょうし、自分も非常にそこに徹することができるような時です。見えないところで努力したりとか、見えないところで動くっていうのは非常にやりやすい時ですね。で、6月24日まではね、まだちょっと価値観が出たり入ったりとかいう時なので、まだ自分も見直されてるかもしれないです。ただそこを過ぎればそんなに迷わないと思います。7月11日までまだ彗星は逆行してますけども、この彗星の逆行に関してもですね、伊手座さんにとってはちょっと見えないところで起こっているので、現実的に何かっていうのはあんまり少ないんじゃないかと思いますね。要は障害みたいなものが少ないんじゃないかと思いますね。そして、全体のところでもお話ししたその勢いのある惑星、火星がお羊座に入るっていうこのエネルギーは、伊手座さんは非常に使えます。活用しやすくなります。
で自分が何かを挑戦していくっていう時にすごい後ろからこう押されてるエネルギーのように使えるんですね。応援されてる、要は追い風が来てるよっていう時なので、全力疾走で走るっていう時もですね、追い風の時ってちょっとタイム更新できたりとか普段より速く走れたりっていうことがあるように、なんとなく自分がやろうと思ったことを後ろから押されてるので、思った以上に進めちゃうみたいな感じですね。自分には10の力しかないと思ってて、だから私は10しか進めないわって思ってたとしてもですね、今後ろから押されてますし、宇宙からのこの恩恵っていうかね、大丈夫だよみたいな愛のボーナスっていうかエネルギーをこう与えられてる時だから、10しかないわって思ってたけど、やってみたらうわ20できたみたいにね、そういうのもあるかもしれないです。実際ね、じゃあ20できるのかなと思ってやったけど、やっぱり10しかできませんでしたってなったとしてもですよ、実は10こなすのに妨害が入ってこないように実は守られていたっていうこともあるかもしれないですし、この見えないものを受け取りやすい時っていうのは、周りからの評価っていうのもね、実は上がったりする時なんですね。普段は自分が受け取れてないものなんだけど、それをちょっと受け取りやすくなってる時なので、周りからのいい評価または悪い評価であったとしても、それも愛なんですよね。自分が良くなるためのアドバイスとしてちゃんと受け入れられる時なので、周りの人から愛される時っていうんでしょうか、そんな風に活かせると思いますよ。そしてもし自分が受け取らないぞと決めているとしたら、せっかくもらってる周りからの言葉っていうのを批判的に感じたりとか、もしくはすでにもらってるのにもっとちょうだいもっとちょうだいって言って、こう自分がもっと評価欲しい、もっと賞賛が欲しいみたいにこうくれくれ精神になってるかもしれませんので、すでに与えられてますよっていうことを感じてみてくださいね。そしてこの6月28日以降のこの後ろからがね、追い風のこのエネルギーっていうのは今月だけじゃなくて、今月から7月から年末にかけてずっとあるので、いて座の皆さんはですね、おそらく何かね、今年こそはって思ったことがあったと思うんですよ。でそれはちょっとこの数ヶ月は停止させられていたとしても、やっぱりやるみたいな、そういう動きが出てくると思います。やろうという気持ちになってくると思います。で実は7月よりも8月の方がそのエネルギー強いんですね。まだ7月ってね、中旬ぐらいまでは水星も逆行してますし、考え方が行ったり来たりとかしやすいんですけど、7月中旬を過ぎれば物事っていうのはシンプルに進んでいきやすくなりますし、皆さんもシンプルで純粋なね、やってみたいなっていうその思いっていうのが素直に出てきやすいんですよね。でそれをまた後ろから押されてるから、じゃあやってみようって言ったらバババババって進んじゃったみたいなこともあるかもしれません。その時にちょっとね、思い出していただきたいのが、今年の射手座さんのテーマって自分の価値とか自分の感覚っていうものが入れ替わるよっていう時だったじゃないですか。なのでその新しいことに挑戦するって言った時に、あ、自分にはそのバイタリティがないとか、あ、お金が足りないとか、それは一切関係ないと思っておいてください一切関係ない。じゃあどうやってやるのって思った方は、やってみたら分かるっていう感じでしょうか。やっぱりやる前に考えてると、どうしてもこう準備がまだできてないと思うかもしれないんですけど、とにかく進んでしまえば何とかせざるを得ないから何とかなるんですよね。後がないっていう状態って強いじゃないですか。まあそこまで自分を追い込むのはどうって思うかもしれないですけど、でもね、よしやるぞって思ってる人はすっごい進めるこれからの後半なんですね。そしてやりたいって気持ちがあるのに行動がついてこないとか怖いっていう方は、もうそこはね、いつまでも恐怖に主導権を握らせないで、せっかく宇宙がね応援してる時だから大丈夫だよっていうそのメッセージをちゃんと受け取って、じゃあ頑張ってみようっていうので一歩踏み出してみてください。そしたら8月のエネルギーもすごく快活で活かせると思います。8月に向けてのね、7月いいスタートが切れると思います。そしてね、6月28日という日は非常にスタートするのいい日ですし、コミュニケーションもいい時なのでね、まあ誰かとのコンタクト取ってみたらいいと思いますよ。ちょっと和むというか、あ、やっぱり届いてるって感じるかもしれないですね。そしてね、まあ、さっき言った7月の2日以降は土星がもう一度ヤギ座に戻ってくるんですけど、今年年間のテーマを思い出しましょうっていうことですね。自分の価値、自分の感覚に自信を持って、資源はすでにある、自分の中にあると思ってやってみてください。そして、7月5日は満月ですね。まあ、この満月はね、射手座さんにとってはお金のことを考えるかもしれないですね。まあ、考えるっていうのはね、どうしようっていうその不安じゃないんですよ。
お金という恐怖から解放される、なんだそうなのみたいな感じでこうちょっと解放されるようなことがあるかもしれないですし、そういうふうに自分でね生かしていってほしいと思います。射手座さんのまあ7月をまとめますと、まあ、私が感じる射手座さんの7月っていうのは悪くないどころか非常に与えられてるなっていう感じなんです。豊かじゃないですか、っていうかこう穏やか、そんなこうものすごいびっくりするような事件があるとか出来事があるとかじゃなくて、非常に穏やかな愛があるっていうか恩恵がある、豊かさがあるっていう風に感じるんですけれども、それ精神世界の話で見るとそう見えるっていうことで、これもし物質世界の話でいくとそんなに盛り上がりはない1ヶ月なんですよね。強い1ヶ月ってどうなのって言ったら、仕事がバーンとうまくいくとか、うわーって儲けるとか、そういうなんかすごい劇的な出会いをするとかの方が激しく華やかなんですけど、そういうのはあんまりないんですよ。どっちかというと先月の出来事の方がまだ強かったかなっていう感じですね、動きとしては。なのでその先月から始まった流れとか、まあ、その中で今月は比較的穏やかな1ヶ月ですよなんですけど、せっかく穏やかだからこそ普段感じないような恩恵を感じてほしいっていうのがメッセージなんですね。まあ、実際に宇宙からの恩恵もある時だし、そういうスピリチュアルな感性っていうのも強くなる時ですしね、まあ、スピリチュアル大好きとかエンジェルとかっていう方はもうエンジェル呼んだらすぐ来てくれるんじゃないかっていうような1ヶ月なんですよ。それでもね、なぜか悲しいとか、なぜか落ち込むとか不安だという方は、恐れは何なのかっていうところをですね、ご自身でこう探求してみてほしいんですよね。何が怖いのか、お金がなくなることが怖いのか、今の付き合ってるパートナーがいなくなることが怖いのかとか、将来的な、まだ起きていない将来的なことが怖いのかとか、その恐怖の正体は何なのかっていうところを自分で怖くても見るようにしてみてほしいんですね。見たらこんなものだったのっていう、そういうこともあるし、実際見ようと思っても実は見えないっていうこともあるかもしれないです。今月はどっちかというと穏やかで愛されている、人から評価されているみたいな時なので、そこに目を向けてほしい。でもしそれを全然感じられる余裕がないっていうのであれば、この日常の中でね、良かったと思うことを探していくっていうことです。今日はなんか普通に起きれてよかったとか、電車待たずに乗れてよかったとかでもいいし、今日も親が元気でよかったとかでもいいですしね。どうしてもあるものよりもないものに意識がいってしまうので、意識的にあるものに感謝してると、まあ、感じやすくなるとは思います。そしてさっき満月の時にお金のことをちょっと考えるかもって言ったんですけども、それもね、現実的に稼ぐっていうことよりも、自分が今与えられているもの、受け取っているものは何かっていうところに意識を持っていく方がいいかなと思います。7月はですよ、まあ、7月の12日から進み出すっていうのもありますので、7月後半からもし自分が走りたくなったり何かしたいと思ったら、もう遠慮なくというか、もう躊躇なくやってください。宇宙はそれを応援しています。はい、ということで射手座さんはこんな感じです。ありがとうございました。後半も一緒に頑張っていきましょう。はい、ではヤギ座さんの7月のメッセージをお伝えします。ヤギ座さんの7月は人間関係が豊かな時、契約内容の見直しと更新、本当に必要なものを引き寄せる時です。先月ですね、前回、まあ、5月末から6月にかけては健康に注意してくださいねっていうことと働き方のことを言ったんですけども、やはりね、ヤギ座さんはお仕事一生懸命頑張ってらっしゃる方が多いので、仕事のことでね悩んだりとか考えたりする方多かったんじゃないかなって思うんですね。今月の方がそういうお仕事の契約内容の見直しとか更新とかはふさわしい時なんですよね。それでですね、ちょっと今回特に仕事に関してお伝えしておくと、契約を見直す時なんですけれども、言ってみたら契約運がある時なので、もし新しい仕事探してますっていう方でしたら、この時期見つかりやすいんですね。で、契約だけじゃなくてパートナーシップ、人間関係も豊かな時なので、つながりたいと思ってる人がいるとか、例えばまあお見合いしてるとか婚活してるとかであれば、そういう新しい出会いっていうのは起こりやすい時です。いい人が現れたりとか、自分が申し込んだものを受け入れてもらったりとかね、しやすいので、恐れなく人と関わっていってほしいんですね。で、または職場の人間関係も今までとは違う関わりをしだすかもしれません。前まではこうしれっと過ごせてたのが、協力し合わなければこなせないってなったりとかですね、まあ、要するにいろんな現象を通して人間関係を豊かにするように宇宙は計らっているみたいな感じなんです。ですから、もし人に対して嫌だなって感じたら、まあ、それは解消する問題がそこにあるだけと思ってくださいね。そして特に仕事の契約ってなるとね、どの契約がいいのかな、今のこの話を断
終わったらないんじゃないかとか、いや逆にもっといいのがあるんじゃないかってこう迷うと思うんですけれども、その時のちょっとヒントとしてねお伝えしておきますと、やはりねもうね自分の感覚をね信じてくださいっていうと元も子もないかもしれないですね。まあ、もしこの動画を見てくださっている方でね、こう今から今年から社会人1年生っていう方であればちょっとそれは難しいかもしれないんですけど、もし5年10年15年20年とか働かれてきた社会生活を経験したことのある方であればね、ある程度こう社会で揉まれた経験のある人であれば分かると思うんです。これはいい感じがするとか悪い感じがするとか、こうブラックだなとかね、そうじゃないとか。なので自分のその経験値を信じて判断してほしいということと、今月こう際立っていることっていうのはとにかく人なわけですよね。人からの紹介で、まあ、この人が言うんだったらあいいのかなとかいうのもあるし、例えばその新しい仕事でもですね、こう面接にいた時のその面接官の人を見て、あちょっとやっぱこの会社違うなと思ったりとか、まあ、そういう判断材料はすでに自分が判断できる能力というのはすでにあると思って眺めてみると分かりやすいと思います。そしてね、ただタイミングはね今なんですよ。なのでもし7月か8月か9月かどれかに転職しようって思ってるんだったら、いや7月にしてっていう感じですかね。8月、まあ、9月もまだまあありっちゃありですけど、9月は別のエネルギーが入ってきそうだから、もし早くしたいのであれば今月が流れ的にはいいですし、もしスタッフを雇いたいとか、この契約はもう残念だけど辞めてもらいたいというのがあれば、繋いだり切ったり解除したり見直したりっていうのも今月中にやる方がいいかなと思いますね。でそれが特にですね、7月の中旬まではエネルギーも混沌としてますし、特に6月24日まではまだねいろんな価値観見直されている時なので、少し余裕があるのであれば7月の12日以降整った形でできるように準備されたらいいんじゃないでしょうか。もしくは7月の12日からそうやって契約ちゃんと修正してこの形でスタートしますよっていうことを決められるといいんじゃないかと思います。仕事探してる方でしたらね、いくつかこう応募してみて、例えば面接して決められないなとか返事が来ないなとか思ってたとしても、7月12日以降返事が来るとか、自分がやっぱりここだなっていうふうにはっきりと決められるとか、そういうふうに流れを活かせるかなと思いました。なのであんまりこうもっといい条件のものが来るんじゃないかと思って色好みしないで、今月来た話がいい話とかね、あと特に人に関してはね、婚活とかされてる方ってね、その人との付き合いがなくなるわけだからいいのかなと思うかもしれないけど、今月関わる人はご縁のある人って思ってもいいかもしれません。ちょっとそこでねメッセージなんですけど、あんまりシビアになりすぎないでくださいね。仕事もプライベートも失敗したくないとか思ってね、本当はすごく優しい愛らしい人なのに、不安から硬くなっちゃって表情がすごい硬くて目つり上がってるかもしれませんから、ちょっと肩の力を抜いてリラックスして人と向き合うようにしてみてください。言いにくいことはもう冗談で伝えるとかね。そしてですね、6月28日の火星がお羊座に入るというエネルギーに関しては、ヤギ座の皆さんはですねちょっと心がタフになるような感じですね。ちょっとイラッとくる人もいるかもしれません。でもそれは、まあ、いい傾向なんですよ。イラッとくるっていうのは戦っていける準備があるってことなので、ある程度で、例えばお仕事頑張りたいにしても、何かこう新しい人生を切り開くにしてもね、ホワーンとしてるよりは多少戦うぞモードぐらいの方がね切り開いていけるんですよね、特にこの時期は。なので別にパートナーに対してイラついてくださいとかいう意味じゃないんですよ。心が固まるっていうかな、こう決意が固まる、もう決めたらするしかないみたいな、そういうなんかタフな精神になっていくんじゃないかと思います。それっていいことですよね。なのでもしイライラするなってあったら、自分はもう戦う準備ができてるんだと、自分で歩いていく準備ができてるんだっていうふうに思って、肯定的なものに使っていってくださいね。そして7月5日満月ですね、半影月食なんですけども、これもですね人からの刺激をいい意味で受けると思います。例えば本当に嬉しい一言をもらったりとか、あそうだったのみたいな、こう誤解が解けたりっていう風に出る方もいらっしゃれば、嫌だなっていう人とあえて会うことによって、絶対もうこれやめようとか決意ができるとかね、踏ん切りがつくっていうこともありますので、周りで起きてることがどうこうじゃなくて、そのことを通して自分の中の何かが決意がつくっていうか、こうひっくり返るみたいな感じなんですよね。いい刺激が来る日って思っててください。まあよくあるじゃないですか、失敗をバネに頑張るみたいなね。やけにちょっと今回は婚活の例が出てきますけど、例えばお見合いしてなんだこいつっていう人に振られたりとかしたら、すごい腹が立
たって絶対幸せな結婚してやるみたいになって、で普段だったら諦めるところをこっちからもう一回頑張ってみるってやったら OK が出たとかですね、そういう失敗とか嫌なことをバネにして自分のプラスに変えていけるきっかけになりそうです。そしてね、さっきも言いましたけど、7月の11日まではまだ少し情報が交差しやすい、話が行ったり来たりしやすい、考え方も変わりやすいので、まあ、12日以降の方がスムーズにシンプルに進んでいけるかなと思います。それからですね、7月2日の、土星がねもう一回ヤギ座に帰ってくるってことなんですけど、これでせっかくこう水瓶座に移動したと思って抜けたと思ったらまた土星が帰ってくるっていうことで、あんまり心配しないでくださいね。もうね十分この2年間でいろんなことを経験して強くなってるし、卒業したんですみたいな感じの時なので、過去2年間のね苦しみがもう一回来るっていうことはない、まずないです。じゃあ何が起こるのかっていうと、私の中の印象ですけど、例えばね中学校を卒業したとするじゃないですか。で中学校ちょっといろいろ人間関係もごちゃごちゃしたし、自分もコンプレックスでいろいろあったし、もう本当に嫌だったなってもし思ってたとして、やっと卒業したけど卒業アルバムを学校に取りに行かなきゃいけないみたいなねその時に嫌なあの先生に会いに行かなきゃいけないとか、もしかしたら昔いじめられたあの人に出くわしたらどうしようとか、そういう不安がよぎるだけです。だけどどっちにしろ取りに行かなきゃいけないわけだし、で実際に卒業を迎えてからそれを取りに行った時の学校の風景って違うように見えると思うんですね。なので今の話を皆さんのこの現実にちょっと置き換えていただくと、例えば仕事すっごい嫌だったでもう辞めた、もしくは独立したとかね、何か形が変わったけど、なんか自分がこうこの数ヶ月ですごいこういろいろ起こって大変だなとかいろいろ思って、もう一回元に戻ろうかななんてこう考えたりとかして、だけどもう全く同じような状況には戻れないわけですよ。じゃあどうなのって言った時に、また形を変えて、やっぱり自分はこの形がいいんだとか、今まで頑張ってきた自分をもう一回ちゃんと認めて、ここまでは超えられるっていうねものをちゃんと確信を持って次に進んでいくための1ヶ月っていうことなんです。さっき言ったそのこの時からこの年末にかけて自分の思いっていうのかな、意思覚悟は決まっていくわけです。戦っていくっていうかね、頑張っていくっていう覚悟ができていくわけだから、でそれに必要な人っていうのも今月からまた出てきたり見直したりとかしながらやっていくわけなので、過去2年間に戻るわけじゃないんです。なのでその時の恐怖がもし出てきたりとか辛さが出てきたら、それはもう過去のものなんだと、もう超えたんだっていうふうに思って進んでいってください。そしたらね絶対今の自分に賛同してくれる人っていうかね、協力してくれる人っていうのは必ずいるはずです。出てくるはずです。これからそれは昔の自分だったらそういう人とつながってたかもしれない、でももう今の自分は違うんだってなったら、新しい波動の自分と会った人たちと必ずここから出会っていくっていうかね、関わっていくようになっているんです。なので心配せずに過ごしてください。一番そうだな、私が思うのは、今までやってきたことを自分で誇りに思う、そのための期間があと半年あるよっていうことですね。納得のいく自分になるための期間があと半年あるということです。そして、今月は特にねサポーターというか新しい人とのつながりとか、今月は特にそのさっき言った新しい人引き寄せるとか、本当に必要なものを引き寄せる時でもあるんですけど、いらないものは手放さないといけないっていうのもありますからね、あまりしがみつかないで感覚は常にフレッシュに保つようにしてくださいね。ということで今月より良い人間関係を築いていけますように、そして自分自身を持って毎日を過ごしていけますように。ありがとうございました。後半も一緒に頑張っていきましょう。はい、では水瓶座さんの7月のメッセージをお伝えします。水瓶座さんの7月はコツコツ準備がいい時、日常の糧を得る時、体をいたわる時です。6月は非常に大変な状況の中でね、自分なりに何か頑張ってみたいとか楽しみを見つけられたりとかできましたでしょうか。試しに頑張ってみたんだけどとか、チャレンジしてみたよっていう方はですね、特になんですが、頑張った後でどっと疲れたりしますよね。見えないところでやっぱりすごくこう気を張ってたんだなとか、頭では一生懸命ポジティブにね考えようとしても、やっぱ体はストレス感じてたんだなっていうのが体に出やすい時なんですね。なので7月は少し
い生活を整えるっていうことをメインに考えていただきたいなと思います。まだね、6月24日までは価値観が少し揺さぶられたりとかっていうのもあるので、特にもし恋愛されてる方とかでしたらね、もう恋愛に関しての揺さぶりがちょっと強かったかもしれないですが、24日までかな、それは。それ過ぎたらちょっとマシになると思います。相手がどうとかっていうよりも自分がどうしたいかっていうのがこう定まってくるっていうかね。この動画をご覧いただいてるのがまだ6月24日の前だったら、あ、もうちょっとですよっていう形でちょっと臨機応変に対応できるようにしていただいて、6月24日以降は自分の迷いっていうのも少し落ち着いてくるかとは思います。ただ言葉にはあまりこだわらないでくださいね。そしてですね、7月はもう少しこう現実的になる流れなんですけれども、日常生活を整えるっていう風に出ると思うんですが、働いてらっしゃる方は自分のね、役目を果たす、義務をきちんとこなすとか、ちゃんと効率よくどうやったらこなせるだろうかっていうところに一生懸命になれるでしょうし、または健康をね、維持したいんだとか、調子が悪いから調子よく戻りたいという方は、日常生活を整えることによって体を整えるっていう流れになりそうなんですね。要するにね、毎日のルーティンの中でしっかりとやることをこなすことによって安心して過ごせますよと。で、その日常生活が安心して過ごせるようにちゃんとこう光を当てて応援してますよっていうのが7月のメインなんですね。全体のところでお話ししたこの6月28日以降、火星がお羊座に入るということで勢いが増してくるんですけども、この勢いが増してくる、このさっきのホースをどこに向けるかっていう、水が流れてくるってエネルギーは、水瓶座さんの皆さんにとっては学ぶこと、勉強すること、または話すこと、聞くこと、情報処理みたいなことに非常に活かしやすいんですね。なんか勉強したくなる方が多いんじゃないかと思います。好奇心が湧いてくるので、その自分の中で湧いてきた好奇心に水を注ぐというか、需要を与えてもっと膨らませていくみたいな感じかもしれませんね。そして6月28日の日は、この単体の日っていうのは非常に優しいエネルギーの日なので、ここまでよく頑張ってきた自分っていうことで自分にご褒美を与える日にしていただけると、体も心もちょっとホッとできるかなって思います。何かが修繕されるような感じがあるので、体が整うとかホッとするとかね、誰かからの優しさが届くような時かもしれません。そして7月2日から土星がね、水瓶座に入ってたんですけども、もう一度こう山羊座に帰っていくということで、ホッとされてる方もいらっしゃるかもしれませんね。特にね、こう山羊座さんの最後の方の誕生日の方っていうかね、1月の20日生まれとか、または水瓶座さんの最初の方の方、1月の21日とかですから、1月20、21、22ぐらいあたりの方っていうのは非常に大きな重要な転機の時を迎えているので、少しはっとすることがあるかもしれませんが、まだちょっと油断はできないんですよね。何が一番大事かっていうと、要するにこう3月の23日から一旦こう来てた学び、自分に与えられた課題って何だったのかなっていうことをしっかりと認識しておくっていうのが大事なんですね。いかがでしょうか。3月23日から4、5、6と3ヶ月どんなことをご自身感じましたか。まあ、ちょうどそのコロナの影響もあって、こう世の中が一変しましたけども、それを通して水瓶座さんって今年1年はね、とにかく今までの生き方を変えるんだみたいな、宇宙の会議にかけられるような時じゃないですか。これからどういう生き方するんですかってこう問われるような時だったので、まさにこの3ヶ月間ってそんな感じで、その時にでも現実っていう人生はここにあるわけで、その中で自分がやっぱりこう生きたい、ああ生きたい、いやこれは無理だとか、自分の弱さを知ったとか、逆に自分のタフさを知ったとか、何か感じたことがあると思うので、それが別に何かを成し遂げるっていうわけじゃなくて、ただ気づくだけ、それだけで経験から学んでるっていうことになるんですね。この経験から学んだ感覚をもとに、これからまた年末にかけて準備していって、本番来年からね、備えるという形になります。例えばこういう時期にね、怪我をしたとか、または病気が見つかっちゃったとか、顕著に何か現れている方っていうのは非常にラッキーで、このままほっといて何も気づかずに行ったら、もしかしたら来年大変だったかもしれないことが、今それに気づくことによって対処ができる、修繕ができる、対応ができるということで、ちゃんと宇宙が気づきを与えてくれてるっていうことなんですね。でも心とか体はガーンってショックかもしれないじゃないですか。でもね、このおかげで本当に、ね、心構えが整ったみたいな感じになると思います。
年始からね頑張るぞとかこうしようって思ってたのになんか全然違う流れになっちゃったっていう方もですね、それも必要で起こっていることであって、そしてこの7月から後半、こっからが本番なんですよ。今年のね、ここから本当にどう生きていくかっていうことを体験していく、その中でこの7月っていうのは日常生活現実に戻って、あ、私の役目はこれだと、日常生活はこれだと、そんなすごいことを思い浮かべるっていうわけじゃなくて、日常生活の今の現実の中で私がすることはこれだ、体をまず整えようと、まず目の前のことをこなそうとかっていうふうにやっていって、着実にシフトしていくということになります。特にね、7月ってさっき言ったみたいにその現実的な生活とか健康管理とか、あと時間の使い方というところに非常にまあスポットライトが当たっているので、日常をこなしていく、要は持続していく力を養っている時っていうふうにも言えるかもしれません。そして7月5日、これは山羊座で起こる満月ですね、半影月食でもあるんですが、7月5日から6日っていうのはね、濃い日ですね。後半はこんな感じでいきますよっていう電報が届くようなそんな感じがします。電報ってすごい古いのかな、そういう情報が飛び込んでくるみたいな感じですね。7月11日まではまだ彗星が逆行してますが、ここまでは書類上のミスとか契約上の注意とか、考え方がちょっと後戻りしたり修繕したりやり直したりっていうことがあるかもしれませんが、12日からはそこまでに決めたこと、そこから決めたことをただこなしていく、流れていくっていうような毎日になっていくと思います。最後にですね、私が感じる水亀座さんへのメッセージなんですけれども、こう生き方を問われるような時ってね、なんとなくこうしたいなっていうのがあっても、本当にそれでいいのかなとか、間違ったら嫌だなとかっていう迷う気持ちって絶対出てくると思うんですね。全く何の迷いもなく、はいこれって決めるっていうのはなかなか難しいですし、迷ってもいいんです。だって初めてのことだから、この今起きてることっていうのは初めてのことなので、迷って当然なんですけれども、どれを選ぶかということに惑わされないでほしいという感じでしょうか。方法は何でもいいんです。自分の心構えというか、心意気というか、こう思いがどういうふうに生きたいとさえ思っていれば、現実はどの方法を使ってもいいんですよ。間違いはないんです。なんだろうな、ちょっと変な言い方ですけど、こうリーダーとしてやっていく覚悟はありますかみたいに問われている時なんですよね。半分ぐらいの方はね、いい、嫌です、嫌です、そんなリーダーなんて、私は自由に生きたいですからっていう方が多いと思うんですよね。でも中には、ここまで生きてきた経験を踏まえて分かりましたと、嫌だけどやりましょうかみたいになって、人に教えていくとか伝えていくっていう役割の人も出てくると思うんですね。でまずはちょっと一旦ちょっとクリアにしましょうっていうことで、全身消毒させられるみたいな感じで波動調整させられるので、若干今年は不思議な1年だなっていうことなんですけど、それでもね、そういう不思議な出来事って全部実は恩恵なんですよ。宇宙が与えてくれてる恩恵なので、迷ったとしても、自分が失敗したらどうしようとか思ったとしても、基本的にはずっと恩恵の中にいますよっていうことを私は感じます。分かった、じゃあ頑張りますって言ってやっていこうっていう方にとっては、7月はすごく現実的な課題が来ると思うので、もうそれを一生懸命こなしていく。その中でちょっとね、無理しすぎると体に来やすいので、これももともとね、例えば持病があるとか少し体が弱いっていう方は絶対無理しないで、どうやって今のこの体でやっていくかっていう、馴染んでいくかっていうやり方を作っていかなきゃいけないですし、元気ですっていう方は頑張りすぎて、その仕事しすぎて、こんなにストレスかかってたんだっていうことを自分で実感するかもしれないですね。でもその後すぐ復活しますよ。すぐ復活するっていうのは、いわゆる自分で自分にプレッシャーをかけてるだけなので、他の人からですね、例えば大丈夫よとか、よく頑張ってますねっていう言葉も来ると思うんですけどね、そしたらホッとするっていうか、よかったみたいな感じで、また元に戻って、じゃあ頑張っていくみたいな、特にね、これちょっと先の話ですけど、8月はパートナーシップ運がいいんですね。なのですごいこう一生懸命頑張ってるこう水亀座さんを見て、声をかけてくださる方とか、手伝おうとしてくださる方、手を差し伸べてくださる方は出てくるんだろうなと思います。なので楽しみに、とにかく7月は健康に気をつけて、自分をいたわって、そして役目を認識して、毎日を過ごしてみてください。はい、健康にね、過ごせますように。はい、そんな感じです。ありがとうございました。はい、では魚座さんの7月のメッセージをお伝えします。魚座さんの7月は、投げられたものを受け取る覚悟をする月、そして怖いけど嬉しい時、挑戦の時、表で勝負の時です。6月は
いかがでしたでしょうか。何か家の中が片付いたとか、ちょっと不安材料が一個減ったとか、逆にもう手放しちゃったとか、何かが落ち着いたっていう方が多いんじゃないかと思うんですね、6月ね。まあその中でもこう金銭的な不安が落ち着いたとか、そういう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まだ全然落ち着いてませんっていう、こう不安の中でいっぱいっていう方はですね、まず深く深呼吸してみてください。そしてできたら瞑想とかしてね、深くゆっくりと自分の心の中にあるどこか着地点があるはずなんで、そこに到達してほしいって思いがあって、っていうのはですね、もしね今も動揺してますっていう方は、こういう状況が与えられないと落ち着きませんっていう風に勝手に思ってるだけかもしれないので、人が落ち着くときって状況が落ち着くんじゃなくて、心の中が落ち着くわけですよね。先月ね、周りがどんだけ吹き荒れててもね、魚座さんは落ち着いててくださいねって言ったんですけども、すでにねこう自分の今の生活の中で自分が落ち着ける場所っていうか、こう着地点っていうのは必ずあるはずなので、もしまだ不安でいっぱいだっていう方は、多分雑念がただ邪魔してるだけだと思うのでね、深く呼吸をするとか、静かに瞑想するっていうことをすると、ふっとこうその雑念から外れて、あ、いいのかなこれでって思えるかもしれませんので、もしそうだったらやってみてください。そしてだいぶちょっと落ち着きましたとか、見通し立ってきたぞっていう方はですね、こっからですね、本当にねこう焦ってる時ってありえないようなボンミスをしたりしますよね。でも落ち着くことによって本来の力がスッと出てくる。なのでこの7月の流れっていうのは、そういう本来皆さんが持ってる力がやっと出せるみたいな時なんです。ですのでね、自分が本当はこうしたいんだと思ってることをぜひ表明していく、表に出して言っていく、公言していくっていうとすごくいいですね。ずっとどっかに隠れてるっていうよりもね、私はこう思いますとか、こうじゃないですかとかでもいいですし、会社の中とかでもね、まあそうじゃなくても、私はこうしたいんだとか、いや私はやっぱり生活の中に絶対に絶対にアニメを見る時間を入れたいんだとかでもいいですし、何でもいいので、自分の喜びや自分がこうしたいという思いをちゃんと表にこう出すっていうことですね。よくね、これからは個性が生きてくる時代だっていうふうに言われてますよね。で個性何って言ったら、もうその独特なものだけが個性とかではなくて、その人がその人らしくいることで絶対個性なはずなんですよね。なので自分はこう思ってます、私はこういう人間です、私はこういうのが好きですということを恐れなく見せていく、そこに今月は光が当たっています。自分を見せれば見せるほど自分が輝いていくっていう感じでしょうか。この個性の時代って、まあそれはインフルエンサーのようにですね、すごいことをやってのけるとか、奇抜なねアイデアでみんなを引っ張っていくっていうのは、まあちょっと置いといたとして、今まではね団体でこうみんな平等でっていうのが重んじられてきた時代からいくと、集団を乱すものはダメだみたいな感じだったじゃないですか。でもそういう時代はもう終わりつつあって、一人一人の個性をちゃんと出していくことによってバランスが取れていくみたいな流れになってくると思うので、まずはですね、当面はですよ、別に誰が認めてくれるとかでなくても、自分の思ってることをちゃんと恐れなく言えてますかとか、表現できてますかって、自分でそれを自分で認めてますかっていうことをちょっとお試しさせられるはずなんですね、このしばらくは。でそれができてたら、ちゃんと自分にご褒美が来ますから。特にこの7月魚座さんの皆さんにとっては、もうそれがもう最もやりやすい時というか、頑張ってくださいねって言いたい時なんですよ、そこがね。そして6月28日これは非常に創造性が高まる1日です。スピリチュアルな、ね、感覚が開きやすい時とも言えるかもしれませんね。自分のためのご褒美を与える日にしてもらってもいいと思いますよ。すごく癒されるから自分が。そしてこの6月28日から、全体のところで言ったこのね、火星がオフィス座のエネルギーに入って、こうホースで水が流れてくるっていう、このエネルギーを魚座さんの皆さんは実はお金を稼ぐっていうところに使えそうなんですね。なんかもうドカーンと行きたくなるっていう、挑戦したくなるっていう感じでしょうか。金運は非常に良くなるんです。強くなる。もしお金稼ぎたいなと思ってる方は稼げるような時期ですし、物質的なことだけじゃなくてね、お金を稼ぐという方法を取りながら、実は何をしてるかっていうと、自分の価値っていうのを認めていってるわけですね。なのでどんどんその自分の感覚とか、魚座さんもともと感覚素晴らしいじゃないですか、まあ、特に今ね海王星のエネルギーも魚座でずっと応援してくれてますし、自分の持ってるその感覚をどれだけ表現していくかっていうことをすればするほど、ご褒
褒美が来ますよっていう時だし、でそれを自分の価値として物質に変えていける時だよってことなんです。まあ、簡単に言うとお金稼げるっていうのもあるし、でもそれは自分のアイデアだったり感性だったり感覚を生かしてっていうことなんですね。単に労働として時間を提供してお金を稼ぐっていうのもまあもちろん残りますけど、それよりはもっとクリエイティブな方に使っていけるはずです、魚座さんの皆さんはね。でこの稼ぎ出すというか自分の価値を認めていくこの6月28日からのこのねホースの勢いというのは実は年末まであるんですよね。今年後半は頑張れるなって感じです。魚座さんの皆さんね、力あるなって感じですよ。この力があるなって感じるのって、例えば五感とか感性の強い人ってね、知識じゃなくても感覚で分かるってあるじゃないですか。例えば山の中で遭難したりとかしても食べ物がないって言った時に、あ、このキノコは食べれるのかとかこの草は食べれるのかっていうのを別に雑学で知ってなくてもなんとなく勘でこれは危ない気がするとかこれはいける気がするとか、動物の勘でね、そういう生きていく上で必要な感性っていうのをすごく使える時なんですよね。でそこがまた磨かれる時なので、そういう時ってね、このどれだけ保証があるから安心だとか、どういう会社に勤めてるかどうとかっていうことではなくて、自分の感覚とか本来の自分の力で勝負していけるっていう時だから、おー、たくましいなって思うんですよ。それを試されてる時ですからね、魚座の皆さん、ここから半年間。なのでここから新しく自分のね、あの感性で勝負するって思ってる人はすごいうまくいくと思います。7月2日以降、ここはですね、土星がね、水瓶座に入っていたのがもう一度ヤギ座に帰ってくるという、この動きは魚座さんにとってはね、今年のテーマをもう一度思い出させてもらえるようなきっかけになると思います。で、今年のテーマは何でしたっけ？もしね、まだ年間の星占いをご覧になってない方は、もうほぼ半年過ぎちゃって、後半のやつも作らなきゃいけないかなと思ってるんですけど、年間通して言えますから、概要欄に貼ってる年間の星メッセをよかったらご覧ください。そして今年のテーマは仲間と協力して夢に近づく1年なので、自分の感性で勝負するんですけど、一人でっていうよりもね、やっぱり同じ志を持つ仲間と一緒にやっていくっていうことです。でここでね、ちょっとだけ注意があるんですけども、もしねすでに自分の価値はこれだとか私はこうですって言えるような方にとっては、この自分の価値を認めてっていうことで周りのね協力してくださる方に認めてもらうことで、さらにその自分の価値を強めようとしてしまいがちなんですけども、そこちょっと注意なんですね。まあ例えばね、今ここに水晶があるんですけども、まあ、この水晶、私この水晶一生懸命作ったんですよ。これすごく価値があるものなんですよ。だからこれは30万円で買ってくださいねと例えば言うとするじゃないですか。でそんな値段つけたもん勝ちだし、30万あるように見せかけたり、こううまくあのセールストークしたら確かに売れるかもしれないけど、そういうことではないんですよね。いかに賢く30万で売るかっていうことが今テーマになってるわけではなくて、でましてやそれを周りの人が30万って認めてくれる人だけを固めて、なんか自分の価値を上げていくってことではないんですよね。ではなく、この水晶がどれだけ素晴らしいかっていうことを、この素晴らしさは何の役に立つんだろうと言った時に、例えば人の気持ちを安定させてくれますとか、優しい気持ちにさせてくれますっていうのがあったとしたらですよ、まあ、そうやってビジネスを展開したいなと思ってる人と協力して、じゃあこれを一緒にコラボでやろうかって言った時に、いや本当はこれ30万なんだけどなと思ってもね、やっぱ夢を一緒に叶えていくってなったら、これはもう少し違う価値として活用できる、新しい価値として提供できるっていうことに気づいていくっていうことなので、お金ではないんですよね。実はね、仲間と一緒にそうやってこう何かをやっていくことで違うこの価値が見えてくるっていうのが、まあ今年の後半のテーマなので、違う恩恵がやってくるっていうことです、これをきっかけに。なので最初から自分でこれは30万で買ってくれないと困りますっていうのは、もう限定しちゃってるってことになるんですよね。価値を限定せずに一緒に作っていく楽しさの中で、新たに見えてくる価値っていうのを作っていってほしいなと思います。そしてですね、もしね、いや私そんな自分の価値なんて分かりませんとか、何かしたいか分かりませんっていう方は、目標のある人とか頑張りたいんだっていう人を応援したり、こう一緒にね、あの協力していくっていうことで一緒に見つけていくということになります。これはその中で応援していく中で、自分の得意なこととか自分の価値っていうのが見えてくるっていう流れになると思うんですね。そこも要は、私はこんなことが好きですとか、こんなことができますっていうことを表明していくことがチャンスにつながってくるっていうことですよね。そしてですね、あとまあ7月5日これはヤギ座で起こる満月なんですが、繁栄月食ですね。仲間意識が強くなると思うので、
うん、一緒にこういうのやりたいよね将来みたいな、そういう話をしたりとか、そういう情報交換をしたりするのにいい日になると思います。引き寄せがしやすい時ですからね。そして4月11日まではまだね、自分の中で自信がないんだとか、いや出していいのかな、いやどうかなってこう混沌としてた思いが、行ったり来たりしていた感情やね、あの情報がはっきりしてきますので、まあ、ここでやっと水星逆行が終わって、ね、12日からやっとなんかシンプルに流れ出すっていうのがあるので、お仕事もしていきやすくなると思います。ですから魚座の皆さんにとってはね、7月12日以降本当になんかいろんなことに頑張れそうな流れですね。最後にまとめますと、7月の魚座さんはとにかくね、投げられたものを受け取ってみる。でこの時に注意していただきたいのが、優しい人ってね、受け取っちゃったり一回承諾したらもう断れないとか思うかもしれないんですけど、一回受け取ってみてやってみたけど、あやっぱり無理ですとか、あやっぱそれはこういう形でお願いしますって修正はありです。受け取った後に断るのもあり。なので最初からノーと言わずに一旦受け取ってみて、こういろいろ吟味してみる。まあそれだけの今こう感覚が磨かれている時だから、自分にできることなのかどうかということも多分受け取ってみて分かるはずなんですよね。 できないと思ってたけどできるということもあると思うので、まず受け取ってほしいということと、まあ怖いかもしれないけど結構喜びは大きいよっていうことと、あとですね、やっぱ挑戦してほしいです。あの表で勝負の時ですから、表で勝負っていうのはその自分の考えを言わない安全の領域でずっととどまって何も挑戦しないっていうよりは、怖いんだけど前に出てみてみたいな、そしたら本当に喜びとか可能性とかが見えてきますよっていう時です。そしてさっき言ったお金のことですね。お金のことこっからなんかちょっと結構出てくるからしつこく言っとくんですけど、変に自分でどうこうしようって思わなくても、ちゃんとね宇宙を与えてくれるというか、自分の感性や価値に合ったもの、挑戦した表明したエネルギーに合わせてちゃんと返ってくるので、自分で制限しないでほしいなと思います。はい、ということで後半も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ということで皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。8月のメッセージは7月の末ぐらいにまた配信します。こうやって毎月配信している星からのメッセージなんですが、たくさんのコメント応援のメッセージありがとうございます。皆さん一人一人がね、いろんな風に受け取ってくださってるんだなっていうのを感じると、私もすごく嬉しくて、まあ、さらにやる気になるというかね、力をいただいています。そしてこの星からのメッセージ以外にもですね、占星術に関したことやタロットに関した動画もありますので、もしこんな動画作ってほしいというのがあれば、またリクエストはいつでも OK しております。はい、ということで後半もまた一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。